ただいまから日本パスツール財団および国立国際医療研究センターの共催によるオンラインセミナー、女性研究者の視点による感染症予防への取り組みを開催いたします。本日の座長を務めさせていただきます加納茂之と申します。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに視聴者の皆様にいくつかの留意事項を申し上げます。本日のセミナーはオンライン形式でございますので、視聴者の皆様の音声とカメラはオフとさせていただいております。チャット欄はスタッフ専用ですので、ご使用にならないでください。ご質問がある場合には、ズーム画面下の Q&A のコーナーにご記入ください。時間の関係で全てのご質問に答えることはできないかもしれませんが、その点あらかじめご容赦ください。また本日のセミナーは英語と日本語の同時通訳がついておりますので、ズーム画面下の言語選択コーナーでどちらかお好みの言語をご選択ください。それから本日のセミナーの内容は後日 YouTube でも配信する予定ですが、 YouTube の場合には各講師のオリジナルの音声のみとなります。また YouTube 配信の際、掲載されない講演もございますので、ご了承あらかじめください。本日のスケジュールとしましては、2人の講師の方のご講演が終了した後、大体5時10分頃になると思いますけれども、10分間の休憩時間を設けております。その後、さらに1人の講師のご講演とパネルディスカッションを経て、全体の終了時刻はおよそ7時頃を予定しております。最後に簡単なアンケートがございますので、お時間のある方はご協力いただけますとありがたく存じます。それではただいまよりセミナーを開催させていただきます。はじめに本日の主催者として、国立国際医療研究センター理事長の国土範博よりご挨拶申し上げます。皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました国立国際医療研究センター MCGM の理事長の国土でございます。本日の一般社団法人日本パスツール財団主催のオンラインセミナーの共催者を代表して開会のご挨拶を申し上げます。次お願いします。私ども MCGM とパスツール研究所との因縁は深く、MCGM の現在名誉総長になっていただいている森外先生がドイツ留学中にパリのパスツール研究所を訪問したという記録が残っています。森外先生は MCGM の前身である東京陸軍病院治療科に1881年から半年間陸軍軍医副として勤務した後、4年間ドイツに留学しました。その帰国途中の1888年7月25日にパスツール研究所を訪れたという記録を NCGM に所蔵しております森外全集の第35巻の中にある巻頭日常という外の旅日記に見つけました。スライド次お願いします。私自身も2018年2月にパリのパスツール研究所を訪問する機会がありました。次お願いします。ルイ・パスツール先生が自ら研究で使ったフラスコや顕微鏡など博物館で見て感動を覚えました。次お願いします。森外先生がパリを訪れて以来130年の歳月が経った2017年7月に、私ども NCGM はパスツール研究所と包括的共同研究協定を結ぶことができました。2017年当時のパリの研究所長であったクリスチャン・ブレショー博士が NCGM を訪れてくださり、協定書に共に署名ができたことは大きな喜びでした。次お願いします。NCGM は熱帯感染症を代表とする世界の感染症対策のために、ラオスやセネガルのパスツール研究所と連携して研究を行ってきた実績があります。そして今こそ新型コロナウイルス感染症のパンデミックの中、パリを中心とする世界パスツール研究所ネットワークと共同研究を推進する体制が整っていると考えています。さて、本日のオンラインセミナーは女性研究者の視点による
感染症予防への取り組みと題しました。男女共同参画社会基本法が1999年に施行されて以来、20年ですね、失礼しました。20年余りが過ぎますが、内閣府はもとより、日本医学会や各種医療団体においても、研究、教育、医療環境における男女共同参画づくりのための地道な努力が続けられています。昨年からの新型コロナウイルス感染症の世界的なパンデミックの中において、男女の個人としての尊厳を重んじる姿勢や、差別の撤廃、それぞれの能力が発揮できる社会体制がますます重要性を増しています。その男女共同参画づくりのために、国際社会とともに歩み、国際機関と相互に協力して取り組む必要性があることを強く感じています。NCGM も男女を含むダイバーシティを包摂できる健康社会の実現のために、グローバルヘルス分野で中心的な役割を担うべく日々研鑽しているところでございます。本日のセミナーのテーマは、そのような現実的課題を解決するためにまさに時機を得たテーマであると考えています。ご講演をいただく先生方も医学・医療分野で広く世界を見つめ、女性研究者としてのロールモデルとなる登壇者であると聞き及んでいます。それぞれの講演・パネルディスカッションを通じて、感染症の克服にとどまらず、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、男女が共に夢や希望を実現できる豊かな健康社会を達成するために、実り良い議論ができるますことを記念いたします。最後になりましたが、講演をいただきました在日フランス大使館、パスツール研究所、助成をいただきました公益社団法人大山健康財団、公益財団法人、失礼しました、大山健康財団、そして協賛をいただきました株式会社明治、ロレアルリサーチ&イノベーション、ほか皆様に新人なる感謝を申し上げます。それでは、日本パスツール財団との共催セミナーを開会いたします。オンラインで参加の皆様、どうぞセミナーをお楽しみください。国土理事長、ありがとうございました。では早速でございますけれども、本日の講師として、林由紀子博士にご登壇いただきます。林先生はスライドの説明にもありますように、出てますね、はい、2018年より東京医科大学の学長を務められておられます。ご縁題は科学と研究の道を目指す女性へのメッセージ、金研究に魅せられてとなっております。本日のウェビナーのタイトルは、女性研究者の視点による感染症予防への取り組みでございますけれども、第一線で活躍されている女性研究者のこれまでの取り組みをお聞きいただくことで、若手の女性研究者の皆様がもうエンカレージされていることを確信しております。林先生、ご準備よろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。スライドよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、東京医科大学学長の林由紀子と申します。本日はこのような貴重な機会を頂戴いたしまして、大変光栄に存じております。国土先生、鹿野先生、並びに関係者の皆様に厚く御礼申し上げます。本日は、科学と研究の道を目指す女性へのメッセージといたしまして、感染症とはちょっと外れますけれども、私のライフワークであります、国家研究を通じて、サイエンスの面白さ、研究の魅力について少しでもお伝えできればというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。本日私がお話しいたしますのは、まず日本人のは金研究のパイオニアであるということ、それから続いて細胞外マトリックス、細胞膜のカベオラ、そして角膜といった、それらに関係する筋疾患についてご紹介したいというふうに思っております。まず簡単に骨格筋の構造について触れたいと思います。骨格筋は断面積を見るとこのようにいくつかのコンパートメントに分かれていて、
各コンパートメントには100本から200本の筋繊維あるいは筋細胞が含まれております。この筋繊維には縞模様があることから黄紋筋というふうに呼ばれております。この黄紋構造というのは電子顕微鏡で見るとここのところに黒く見えている Z 線という電子密度の高い構造から、黄紋が見えるというふうになっています。そしてこの Z 線と Z 線の間をサルコメアと言います。このサルコメアのところには太いミオシン繊維と細いアクチン繊維が非常にきれいに並んでいて、このミオシンとアクチンがスライディングすることで骨格筋の収縮が起こるというふうになっております。末梢神経から、刺激が入りますと神経筋接合部で活動電位が発生します。この活動電位は細胞膜のくぼみ構造である T 管と呼ばれるところに到達し、そこにありますカルシウム、電位存成カルシウムチャンネルの構造が変化し、筋小胞体というカルシウムをたくさん溜め込んでいるところにあるリアノジン受容体からカルシウムが細胞質へと放出されます。これが筋収縮のきっかけになります。このような筋収縮においてカルシウムが大きな役割を果たしているという現在では当たり前というようになっていることを世界で初めて明らかにされたのが江橋節郎先生です。江橋先生は東京大学医学部の教授、岡崎の生理学研究所の所長などを歴任された先生です。江橋先生は1962年骨格筋の収縮にカルシウムが関与しているとボストンの学会で初めて報告された時には会場からそんなはずはないと大笑いをされたそうです。今でこそさまざまな生命現象にカルシウムというものが大きな役割を担っていることが分かっていますが、当時はどこにでもあるような無機物質であるカルシウムが筋収縮のような生体にとって重要な機能に関わっているはずがないというふうに皆さんが考えていたそうです。当時大変悔しい思いをされたそうなんですけれども、江橋先生はその3年後トロポニンというカルシウム結合タンパク質を発見され、筋収縮のカルシウム説というのがようやく世界で認知されるようになりました。ちなみにこのトロポニンというのはエビやカニなどの高カルクリンに対するアレルゲンにもなっています。丸山耕作先生は江橋先生のお弟子さんで千葉大学の学長をお務めになった先生です。丸山先生は筋肉の弾性エラスティシティを司る人体の中で最大のタンパク質であるコネクチンというタンパク質を発見されました。このコネクチンを発見された2年後にアメリカのワン先生という先生がタイチンという名前をつけたタンパク質を報告し、その後これがコネクチンと同じであることが分かりました。大変残念なんですけれども、現在はこのタイチンという名前の方が有名になってしまいまして、コネクチンというよりもタイチンが使われるようになってしまいました。そして杉田秀夫先生、この先生は私が研究を開始した時のスーパーバイザーで国立精神神経医療研究センターの総長をお務めになった先生です。杉田先生も江橋先生のお弟子さんで、現在も血液検査でよく使われているクレアチンカイネースという酵素が筋肉が壊れた時のに出てくる血中に出てくるバイオマーカーであるということを最初に報告された先生です。この3人の先生の共通点というのは、お昼ご飯は5分だけ、あとはすぐに研究に戻るという3人とも非常にせっかちな先生だというふうに伺っております。そして私のメンターであった荒畑喜一先生です。荒畑先生は遺伝性筋疾患の代表であるドゥシャン型筋ジストロフィー DMT の原因タンパク質ディストロフィンというものが筋細胞膜に存在すること、そして DMT ではそれが欠損し、軽症のベッカー型筋ジストロフィーではそのタンパク質がフェイント&パッチに染色されること、X 染色体の別性遺伝形式を取る DMD の保因者の筋肉ではジストロフィンが正常に染まる繊維と全く染まらない繊維がモザイク状になっているということを最初に報告された先生です。私はこの写真を見てこんなに綺麗なんだということで非常に筋疾患の研究に魅力を感じました。
また荒畑先生は私が育児期間中にさまざまな突発事故が生じてご迷惑をかけた時も嫌な顔を一つせずいつも温かく見守ってくださいました。おかげで研究を続けることができたことで本当に感謝しております。そして2020年、今日本のパスクール財団の科学委員会議長をされている武田真一先生が長い間指導し開発していらっしゃった日本で初めての核酸医薬ビルトラセンというお薬が正式にドシャン型筋ジストロフィーの患者さんに使えるようになりました。このように基礎研究から臨床応用まで世界を代表するようなさまざまな筋研究が日本から発出されています。もう一つ、私が国家筋研究で非常に魅力を感じたのはこの美しい色とりどりの筋病理写真です。1枚の写真から病気の名前や患者さんの臨床症状あるいは原因遺伝子まで推測できてしまうという大変素晴らしい力を持っています。私はこの1枚の写真が訴える大きな力を持っているということがもう国家筋研究の魅力の一つと思い、国家筋研究にのめり込んでいきました。国家筋というのは人体で最大の臓器で体を動かしたり呼吸をしたり姿勢を保持したりなど多彩な機能を持っています。また最近ではマイオカインと呼ばれる生理活性物質を出す内分泌器官としても注目を集めています。この国家筋が萎縮して十分に力が発揮できなくなった病的な状態をマイオパシーと呼びます。マイオパシーの原因には遺伝性疾患に加えて自己免疫疾患や老化に伴うサルコペニアなどがあります。また遺伝性筋疾患には様々な病形があり原因遺伝子もこれまでに100個以上も同定されています。また病気によって障害される筋肉の分布が異なっていたり発症年齢も生まれてすぐからご高齢になってからと非常に様々です。この図は筋疾患の原因タンパク質の細胞内極材を示していますが細胞膜に関連したもの細胞外マトリックスに関連したものまたサルコメアに関連したものや核に関連したものなどその細胞内極材も様々です。本日は細胞外マトリックスに関係のある疾患細胞膜に関係ある疾患そして角膜に関係のある疾患という3つについてお話をさせていただきたいと思います。まず最初に細胞外マトリックスに関連した筋疾患です。国家筋は細胞膜の外側に細胞外マトリックスの、であるラミニンとかコラーゲンといった、タンパク質で構成されるベーサルラミナ基底膜という構造を持っています。私が研究を始めた頃はドシャン型筋ジストロフィーの原因タンパク質ジストロフィンと結合する膜タンパク質であるジストログリカンやサルコグリカンといったタンパク質が相次いで同定されている時でした。そして私が研究室で初めて論文を紹介をする順番が回ってきた時に先ほどご紹介した杉田先生が林さんこの論文面白いよ読んでごらんって言われたのがこのジストロフィンがジストロフィン結合タンパク質であるジストログリカンがラミニンに結合するというネイチャーの論文でした。この論文が運命の論文となりました。この論文をきっかけに基底膜タンパク質に興味を持ちまして私はさまざまな筋疾患でそのラミニンの発現を調べることにしました。すると福山型先天性筋ジストロフィー FCMD という日本に特異的に多い疾患でラミニンの発現に異常があることが分かりました。FCMD というのは我が国の先天性筋ジストロフィーの約半数を占める疾患で出生時あるいは乳児期早期より進行性の筋力低下、筋萎縮を示し筋病理像を見ると強いファイブローシスが早期から認められます。また脳の形成異常を伴う知的障害も伴っている非常に重篤な疾患です。当時は原因遺伝子もその病態も全く明らかではありませんでした。ラミニンは様々な組織で発現しているタンパク質であることから、私は FCMD の原因がラミニンに近い分子だと考えて、さらに
文献検索を進めていたところ、メロシンと呼ばれるラミニン様のタンパク質が筋肉に発現しているという論文を見つけました。ちょうど初めてアメリカの学会に参加することになっていたので、その帰りにこの論文の著者であるサンディエゴのキャンサーインスティテュートにいらっしゃったエヴァ・エングバール先生という先生に会いに行くことにしました。エヴァさんは初めて行った時に本当にスリムでかっこいいなって思うような先生で、しかも突然の面会にもかかわらず大変優しく研究の話を聞いてくださって、あなたの仕事好きだからと言って交代でも何でも必要なものはどうぞと言って分けてくださいました。あっという間に共同研究が成立したんです。私はエヴァさんの見た目もさることながら、その研究に対するおおらかな姿勢に、あ、こういう研究者になりたいなというふうに憧れました。帰国後、早速いただいた抗体で調べてみたところ、FCMD の筋肉でのみ、明らかにそのメロシンの染色性が低下していました。また、FCMD の骨格筋の基底膜を見てみると、基底膜の形成が十分できていないことも分かりました。そしてこれが私の学位論文となりました。研究は出会いだなというふうにその時強く感じました。当時はまだ遺伝子解析技術が十分ではなくて、FCMD の原因遺伝子座も分かっていませんでした。私はメロシンが FCMD の原因遺伝子ではないかというふうに考えまして、変異解析を開始していましたけれども、フランスのバイオロジーインスティテュートのトメ先生、ファルゾー先生たちのグループが、私の報告を見て、メロシンの発現をヨーロッパの先天性筋ジストロフィーの患者さんで調べたところ、約半数でその発現が完全に欠損しているということが分かって報告されました。また、同じマイオロジーインスティテュートのパスカル・ギシュニー先生のラボから、このメロシン欠損症では、メロシンをコードする遺伝子、ラマ2というものに変異が同定されました。メロシン欠損症という新たな疾患分類ができました。結局残念ながらメロシンは FCMD の原因遺伝子産物ではなかったのですが、その後、私はメロシンの不完全欠損による初めての良性型というものの日本人の患者さんの中から見出すことができて、ランセットに報告することができました。それでは FCMD の原因は何か。現在、東京大学の神経内科の教授を務めていらっしゃる戸田達先生は FCMD を遺伝子から、そして私はタンパク質からその原因を探っていました。解析を進めていった結果、ジストロフィンとラミニンをつなぐアルファジストログリカンのタンパク質部分に対する抗体では染色されるのに、FCMD 菌ではその糖鎖を認識する抗体では全く染色されないということを見つけました。ウェスタンブロットでも糖鎖を認識抗体する抗体では全く FCM では染色されませんでした。この結果から FCMD はアルファジストログリカンの糖鎖修飾異常が原因であるというふうに結論付けました。その後、FCMD と臨床的に似ているマッスルアイブレインディジーズやウォーカーワールブルシンドロームなどといった疾患でも同様にアルファジストログリカンの糖鎖に異常があることが分かり、これらの疾患群は合わせてジストログリカノパシーと総称されるようになっています。また、私はラミニンと結合するもう一つの膜タンパク質、インテグリンの欠損によっても筋疾患が発症することを見出して、ネイチャー・ジェネティクスに報告することができました。FCMD の原因遺伝子、副腎というものは、1998年、戸田先生たちのグループによって同定され、その後、多くの研究者によって、アルファジストログリカンの複雑な糖鎖構造というのが明らかになってきました。この糖鎖構造が明らかになったのは、副腎の遺伝子が発見されてから20年近く経過した2016年になります。一つの疾患の病態が明らかになるまで、多くの研究者の力と長い年月が必要となることがあります。また、FCMD で大変興味深いと個人的に思っているのは、この疾患の患者さんは感染を契機にして、骨格筋や心筋の機能が急激に悪くなることがあるということです。
原因はまだ分かっていませんが、当社就職の異常が何か関係あるのではないかなというふうに推測しております。次に細胞膜のくぼみ構造であるカベオラ、ここがカベオラ構造になりますが、このカベオラに関連する筋疾患についてご紹介したいと思います。ある時、とてもユニークな症状を示す患者さんを紹介していただきました。その方は筋力低下があるのに筋肉はむしろ隆々として見えること。ただ、筋病理所見を見るとスカスカで筋ジストロフィーというふうに診断いたしました。筋ジストロフィーの原因をスクリーニングしていたところ、カベオリン3というカベオラに存在するタンパク質の発現が助言していること。また、電子顕微鏡で細胞膜を見るとカベオラ構造が全く認められないことが分かりました。このような現象はカベオリン3というカベオラに存在するタンパク質の異常によって起こることが多いんですけれども、実際にカベオリン3の遺伝子解析をしたところ、変異は見つかりませんでした。また、この患者さんは主治医の先生によく聞いてみると、全身の脂肪組織が減少するリポジストロフィー、それに伴う代謝異常やホルモン異常による末端肥大症用の症状も合併していることが分かりました。当時は原因不明の疾患ということになりましたが、この患者さんについてはずっと忘れることができませんでした。10年近く経って PTRF、キャビンというタンパク質がカベオラの形成に重要であるという論文を偶然目にしました。この PTRF キャビンというタンパク質はカベオリンを安定させるタンパク質で、これがなくなるとカベオラの形成不全が生じるというものでした。この論文を見つけたときに、先ほどの患者さんを思い出して、早速 PTRF の遺伝子の変異解析をスタートさせました。そしてその解析中に、マウスでこの PTRF キャビンを欠損させると、カベオラがなくなって代謝異常が生じるという論文が出て、あの患者さんの原因遺伝子や PTRF に違いないと確信することができました。結果として、患者さんでは PTRF の遺伝子に変化が認められ、またそのキャビンのタンパク質が完全に欠損していることも明らかになりました。またこの研究を進めているときに同じような患者さんを複数紹介していただき、まとめて JCI に論文として報告することができました。この結果を海外の学会で初めて発表したときに、イギリスの先生から、実は我々も網羅的遺伝子解析で PTRF の遺伝子変異を見つけていて、論文を書いていたところだったんだ。大変ショックを受けたというふうに言われました。同じようなことをやっている人は世界中のどこかに必ずいるんだなと、どんなに少ない病気であっても、やっている人が少ない領域だからといっても、決して油断してはいけないなというふうに強く思いました。その後、このキャビンというタンパク質は SOC3 とともに IL6 のシグナルを調節していることが分かってきました。キャビンを欠損する患者さんは、乳児期に肺炎を繰り返したり、また、一過性に免疫グロブリンが欠損したりという症状も認められることから、おそらくはこのカスケードと関係するんだろうなというふうに考えております。また、キャビンやカベオリンといったカベオラタンパク質が RS ウイルスのエンベロープに組み込まれていくということも、最近になって報告されておりまして、キャビンというタンパク質の幅広い機能というのが現在も注目されています。最後に私が今最も力を入れている角膜病のお話をしたいと思います。角は内膜と外膜という二重膜で覆われており、外膜は小胞体へとつながっています。また、角内膜は角ラミナと呼ばれるメッシュ用の構造で裏打ちをされています。この角内膜と角外膜、そして角ラミナを合わせてニュークリアエンベローというふうに呼んでいます。角膜にはこれまでに200以上のタンパク質が存在することが分かっていますが、私たちはそのうちに角内膜タンパク質であるエメリンと
核ラミナの主要構成成分であるラミン AC について研究を進めています。角膜タンパク質の異常による疾患を総称して角膜病、ニュークレイエンベロパシーと呼びますが、その一つにエメリー・ドレフス型筋ジストロフィーという疾患があります。 EDMD は患者進行性の筋力低下、筋萎縮、早い時期からの関節拘縮、そして心電動障害を伴う心筋症という3つを臨床的な特徴とする疾患です。1994年イタリアのリオネらが、X 染色体劣性遺伝形式を取る EDMD の原因遺伝子として EMD、当時は STA と呼んでいたんですけども、その遺伝子を発見し報告しました。私たちは EMD 遺伝子がコードするタンパク質エメリンに対する抗体を作成し、エメリンが核内膜に存在すること、そして EDMD では欠損していることを、見出しました。これは角膜タンパク質の異常が人の疾患に関係するという初めての報告となりました。その後、フランスのバイオロジーインスティテュートのジゼル・ボンラのグループが、上染色体優性の遺伝形式を取る EDMD の原因遺伝子が、核ラミナの構成タンパク質、ラミン AC をコードする LMNA であることを見出しました。LMNA の遺伝子変化はその後、主体型筋ジストロフィーや、このような重症な先天性筋ジストロフィーの原因ともなることも分かりました。また、立って歩けるのに首が座らないというような独特の臨床症状を示すことも分かってきました。さらに、LMNA の遺伝子変化は、さまざまな臓器を障害し、筋疾患のみではなく、拡張型心筋症や、早老症、末梢神経障害、あるいはリポジストロフィー、脂肪萎縮症といったさまざまな臨床症状を呈することが分かってきました。ではなぜ同じ遺伝子の変化がさまざまな表現形を示すのでしょうか。例えば、筋ジストロフィーを引き起こす遺伝子変化というのは、ラミン AC の分子のすべてのところに起こり得ます。一方で、リポジストロフィーを起こす遺伝子変化というのは、このイムノグロブリン・ライクドメインにかなり集中していることが分かってきました。そこで、このイムノグロブリン用ドメインに認められる遺伝子変化について、シミュレーション解析を行ったところ、筋ジストロフィーを引き起こす変異は、このベータシートを壊すような構造を、一方で、リポジストロフィーを引き起こす遺伝子変化は、このベータシートの外側にあるというようなことが分かってきました。また、これは産総研の三尾先生との共同研究になりますが、筋ジストロフィーの変異分子は熱に大変弱いこと、また、ラミン B というもう一つの、核ラミナのタンパク質との結合が非常に弱いということを見出しました。一方で、リポジストロフィーに関係するような変異では、DNA の結合度が弱いということも分かりました。このように遺伝子変化の結果、生じるような分子の性質が表現形を変えているというような可能性が示唆されてきました。また、私たちは、ミオパチーを引き起こす LMNA 変異でのみ、ラミン A が特異的にリン酸化を受けていることを見出しました。この特異的なリン酸化のラミン A というのは、患者さんの骨格筋でもその発現が認められ、おそらく EDMD と何らかの関係があるのではないかというふうに考えています。では、角膜タンパク質の異常はどのようにして筋障害を起こしているのでしょうか。これは培養細胞ですけれども、角膜のタンパク質に異常があると、このようにさまざまな核の形態変化が生じます。また、患者さんやモデルマウスの骨格筋を電子顕微鏡で観察しますと、ここに示すように、核のそばにさまざまな大きな空包を持っている核が、散見されることが分かりました。このような核の空包は、他の疾患では見たことがありませんでした。なぜこのような空包が生じるのか。培養細胞を見ると、角膜がおそらく弱くなった場所から核の中身や細胞質側に飛び出しているような、そ
像がしばしば見られます。おそらくこのような飛び出した核質とこの核の細胞の空砲は関係があるだろう、そしてそのメカニズムはオートファジーではないかというような仮説を立てて検証をいたしました。その結果、この空砲の膜は二重膜構造をとっていて、そして核から飛び出した核質のところに一致してオートファジーのマーカーである LC3 が、またその周りをさらに取り囲むようにライソソームの酵素である LAMP2 というのが生殖されるということが分かりました。これがマージした実験になります。他のオートファジーのマーカーも同様にここの飛び出したところに集積することが分かってまいりまして、私たちはこの大きな空砲というのが大きなオートファゴゾームであるというふうに結論をつけました。そしてこの核のヘルニアと核菌棒の空砲というのをニュークレオファジー、オートファジーによる核質の分解をニュークレオファジーというふうに名前をつけました。ただこのような核成分がオートファジーによる分解によって壊されるという現象はこれまでに報告がなかったので、当時はなかなか理解してもらうのに苦労しました。この発表から6年が経って、がん細胞で核成分がオートファジーで分解されるということが別のグループからネイチャーに報告され、ニュークレオファジーという名前は再度日の目を見ることになりました。初めての現象が認知されるまでにはある程度の年月が必要なのだということを感じた次第です。エメリンは核内膜のタンパク質を報告してからすでに25年が経ってしまいました。残念ながら EDMD の具体的な病態も治療法もまだ明らかにはなっていません。一方で骨格筋の核というものが大変面白く、新たな疑問を次から次へと湧いてきて、日々エキサイティングな研究生活を送っています。今後もさらに研究を続けて少しでも病態の解明を進めていきたいなというふうに考えております。テイクホームメッセージです。一枚の図とか写真というのは非常に多くのことを語ってくれます。若い先生たちはぜひ美しい図を作成することを心がけていただきたいなというふうに思います。また研究というのはたくさんのなぜの中からさまざまな出会いと競争っていうスパイスによって、時には長い年月をかけてようやく実を結ぶものだというふうに思います。途中で嫌になることもあるかもしれませんが、粘り強く続けていただきたいというふうに思います。きっとワクワクするような感動的な出会いや、あるいは発見に出会うことができるというふうに思います。そして自分と同じようなことをやっている人は世界中に必ずどこかにいるということも忘れないでほしいと思います。油断は大敵だと思います。ノーベル賞の受賞のきっかけとなるような研究というのは、だいたい30代の半ばに始められていることが多いというふうに言われています。これは新しいことに向き合う柔軟性と物事の本質を見る経験という2つのバランスが最も良い時代がこの時代というようなことのようです。本日私がご紹介したら3つの研究テーマも、いずれも私が30代の時に、出会ったものになります。東京医科大学では若い研究者を支えて働きやすい環境を整えるために、短時間勤務制度や短時間の正規雇用のポスト、院内保育所の設置やファミリーサポート事業、あるいは就業相談や復職プログラム、育免育ボスプロジェクトを行ったり、男性の育児休暇の取得を推進を行っています。またキャリア支援としてダイバーシティ教育や研究相談、研究補助者の配置や学内研究費の助成枠などを設けて女性医師をサポートしています。東京医科大学は多様性のある、多様性を尊重した大学を目指しています。これまでに多くの皆様に支えられて研究を続けることができました。この場を借りてお礼を申し上げます。
今後はもっともっと新しい感動を求めて研究を続けていきたいというふうに思っております。本日はご清聴いただきましてどうもありがとうございました。林先生どうもありがとうございました。綺麗な写真を撮るようにとおっしゃられた通り、もう見せていただくこの骨格筋の写真の綺麗さに本当になんていうか感動する思いで見させていただきました。ラミニーやラミン の, 重要な、研究の内容をご紹介いただくだけじゃなく、先生がまだ大学院生だった頃、まあ、今ではですねもう林先生になりたいという学生さん、若い、研究者の人もたくさんいるでしょうけれども、林先生がこういうエヴァ先生でしたか、こういう先生になりたいとこうおっしゃってた、そうい う, こう若い時の感動もあって共有していただき、本当にこう大切なメッセージたくさんいただけたと思います。最後のテイクホームメッセージも、まあ、ネバーギブアップ難しいところだと思うんですけれども、まあ、そんなメッセージ、また、パネルディスカッションが終わった後にですねご好評もいただくことになっていますけれども、よろしくお願いいたします。本当に綺麗な写真と素敵なお話ありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは続きまして、本日の2つ目の講演に移ります。講師は東京医科歯科大学教授の石野智子博士です。スライドの説明にもありますように、石野先生は東京大学を卒業されて、その後大学院の薬学系研究科で学位を取って、2006年から2009年までは日本学術振興会と日本パスツール協会の奨学金を受けてパリのパスツール研究所にポスドク留学されました。今日はその経験も話していただきたいと思いまして、まあ、この、パスツール関連のセミナーでありますので、そこのとこも、たくさん話してくださいというふうにお願いしてあります。今年の10月からでしたっけ、10月1日でしたね、医科歯科に来られたのは。8月です。今年の8月1日から石野先生は愛媛大学から今の東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科の寄生虫学熱帯学分野の教授に就任されたばかりであります。私ども、寄生虫学会熱帯学会にとってはですね、若き女性のもう本当にライジングスター、一番輝いている、研究者であります。今日はお話を楽しみにしております。それでは石野先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。非常に過分なご紹介をいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。東京医科歯科大学の石野智子と申します。最初の写真に挙げたのはこれ、マダガスカルのバオバブの木なんですけれども、そこに沈む夕日の写真、最近で一番お気に入りなのでよく使っております。今日はマラリアのお話をしようと思っていて、まあ、アフリカ大陸ではこんな綺麗なところなんですけれども、マラリアという病気が非常に大きな影を落としている、そういうお話をしてまいりたいと思います。まずちょっと自己紹介のスライドを持ってきたんですけれども、だいたい先生が先ほど言っていただいたので、軽くお話ししようかと思います。私もともとは東京大学の薬学部を出ておりまして、微生物学、発生生物学を学んでいました。でその当時どうしても なぜかわからないんですけど、東南アジアの国々に魅了されてしまいまして、たくさんの国を訪問しました。バングラデシュとかそういうところまで行っていて、なんとかこれを仕事につなげられないんだろうかと思って、例えば JICA とか NGO とかそういうお仕事もいくつか考えたんですけれども、どうしても研究が好きっていう気持ちもありまして、研究をやめられなくて、じゃあ研究で何かその東南アジアの子どもたちにコントリビュートできるような仕事ないかなって探した時に、ああ熱帯病だって思ったというきっかけでこの業界に入ってまいりました。学生の時に熱帯病学研修というものを受ける機会もありまして、いろんなご縁がありまして、学位を取った後から三重大学の鎮西康夫先生のもとでマラリアの研究をスタートさせることができました。それからもうずっとマラリア一筋でやっています。
先ほど言っていただいたように、やっぱり本場の感染症っていうのはどういうふうになってるのか、研究はどうなってるのか、どうしても見たくてパスツール研究所に留学する機会をいただきました。学術振興会およびパスツール協会、フランス政府給費制、そういうようなところからいろいろとご支援をいただきまして、3年弱留学生活を送りました。これについてもまたお話をしていきたいと思います。で、帰国後は愛媛大学で引き続きマラリアの研究をし、先ほど言っていただいたように、この8月東京でコロナが一番燃え盛っている最中に上京してまいりまして、新しくまたマラリアの仕事をスタートしていこうとしているところです。で、マラリア、マラリアと言っているんですけれども、どういう病気か簡単にご説明したいと思います。世界では今現在でも2億人ぐらいの方が感染している、そういうものです。で、大体年間40万人ぐらいの方が亡くなっている感染症となっています。世界三大感染症の一つです。こちらに生活感を示しているんですけれども、まあ、複雑で、まあ、蚊によって媒介されるというのが一つの特徴になっています。そのため対策も困難ですし、感染の効率も非常に高いものになっています。私はその研究を始めた当初から、どうやってこの高い媒介の効率が維持されているのか、そこに興味がありまして、蚊から人への感染メカニズム、あるいはマラリア原虫、蚊の消化管の中で有性生殖をするんですけれども、それを含めて人から蚊への感染、この2つのステップに非常に大きな興味を持って研究を進めてまいりました。まずはじめに蚊から人への感染メカニズムについて、この主体になるのがスポロゾイトというこの三日月型の小さな原虫です。原虫なので単細胞なんですけれども、非常にユニークな生き物についてご紹介していきたいと思います。マラリアは多くのウイルス性の感染症などと違って、ワクチンがずっとできないというふうに言われてきていました。寄生虫疾患ってワクチンがどうしてもできなかったという問題がありました。そのようにずっとお話ししてきたんですが、先月ですね、この10月に大きなニュースがありました。 WHO がマラリアの唯一のワクチンである RTSS というものをアフリカの子どもたちへの使用を推奨すると宣言しました。アフリカでは現在でも2分に1人子どもが亡くなる、こういう状況ですので、これは本当に明るい一つのニュースになったと思います。 RTSS っていうのはスポロゾイトの表面のタンパク質である CSP、 この一部を使って作られた、先ほどの蚊から人への感染を阻害することを目的に作られているワクチンです。安全性は十分に担保されているんですけれども、ごめんなさい、最近時々パワーポイントが落ちるんですけれども、ちょっと復旧してみます。申し訳ないです。お話は大丈夫そう。申し訳ないです。でも2回連続で落ちることが多いんです。安全性は担保され、見えてますかね、大丈夫ですかね。安全性は担保されているんですけれども、ありがとうございます。問題としてはこの RTSS、40% 程度しか感染を抑制する効果がない。あるいは4回免疫しなくてはならないけれども、それでも抗体の持続性が高くない。で、CSP っていうのは表面タンパク質でありますので、ポリモルフィズム、遺伝子多形というものが多く報告されているんですが、これに対応が十分にできないという問題が知られておりまして、まだまだ改善する必要があるという状況です。私自身は最初からそのメカニズム、この感染を担うメカニズムを解明して、それをその論理的な基盤を提供することで新しい感染阻止法を作れないか、そういうことを考えて研究を行ってまいりました。今日お話しする内容、ここに3つ示していますが、スポロゾイトがどうやって幹細胞へと到達できるのか、幹細胞の中でどんなふうに増えるのか、またこの人から蚊に行くところ、この受精のストップステップのメカニズムの解明と、それがもう一つのワクチンターゲット、伝播阻止ワクチンの開発へとつながらないか、そういう3つのトピックスについて簡単にご紹介していきたいと思います。
マラリアの生活感を簡単に説明させてください。人の体の中で赤血球を使って増えているマラリア、一部が性を持つものに分化します。これが蚊に吸血されますと蚊の消化管の中で受精が行われて、消化管の外でスポロゾイト、先ほど言った今の主体なんですけどスポロゾイトが形成されて、これが唾液腺に集積します。蚊に血を吸われた方は思い出すと思うんですが、痒くなりますよね。それは蚊の唾液の中に、例えば血管の拡張する血液の凝固を阻害するそのような物質が入っていて、それを蚊が注入するからなんですが、そのシステムを利用してスポロゾイトも一緒に皮膚の中に入っていきます。これがまず最初に幹細胞へと寄生し、幹細胞内で十分に増えた後血液中に出ていく、こういうサイクルを行っています。マラリアの幹細胞寄生を理解するために、感染能を持つスポロゾイトが集積するこの唾液腺スポロゾイト、ここで特別に発現しているタンパク質、遺伝子タンパク質に着目することで感染メカニズムを解明しようと考えました。一つの例なんですけれども、唾液腺スポロゾイトだけに発現している、しかも分泌型のタンパク質で、相手の膜に穴を開けることを予想させるようなドメインを持つタンパク質がありました。これの機能を調べてみようと思ってノックアウト遺伝子欠損原虫を作出しました。こちらでムービーで示すのが野生型のスポロゾイトの動きなんですけど、非常に活発に動きます。でこの辺りにある、細胞にぶつかりますと膜を破って動き続ける、このような特徴があります。液に試薬を入れていって膜に障害されるとこうやって染まっていくのでわかるということになります。一方でスペクトと名付けたこのタンパク質のない原虫は、ごめんなさい2回落ちれば大丈夫な気がするんですよね。次もしまたダメならすいませんが、事務局にお預けしているものをお願いします。急にここ数日不安定になってきてしまって申し訳ないです。スペクトをノックアウトした原虫はこのように虫のない細胞のないところは活発に動くんですが、細胞にぶつかると急に動きを止めてしまう、頭をコツンとぶつけた状態で止まってしまう。よく見るとこの辺りにいる虫全部そうやって止まっているんですね。そういうところから名前を細胞通過に必須なタンパク質スペクトと名前を付けました。よいしょ。スポロゾイトプロテインエッセンシャルフォーセルトラバーサル、こういう原虫を作ることができましたので、次にこれを使って細胞通過が感染にどんな役割を担うのかを調べていくことにしました。スペクトノックアウト原虫を感染させた蚊をネズミの耳にたからせて、その後のスポロゾイトの動きを調べてみました。こちらに示しますように、野生型は活発に皮膚の中を動きます。これ軌跡を示していますが、一方でスペクトがないと打ち込まれたその場所にとどまっているということがわかります。従いまして細胞通過能は皮膚の中のスポロゾイト移動に必須であることがわかりました。じゃあこのステップをバイパスしてやればいいんじゃないか、血管に直接打ったらどうなるかと調べたのがこちらなんです。これ肝臓の中の断面を模式的に示したもので、肝実質細胞、これを血管と隔てているのが血管内皮細胞になります。この状態にしてみると、スペクトノックアウト原虫はこのクッパー細胞を通るところで止まってしまうということを見出しました。すなわち細胞通過能が皮膚の中の移動、ついで肝類動壁細胞の通過、この2つのところで重要な役割を担うということが初めて明らかになりました。こちらに示すのが蚊の吸血に伴った皮膚の中のスポロゾイト、デポジットと移動を示しています。この紫なのが蚊のくちばしの興奮のところなんですが、こんな感じに皮膚の中に突っ込んでこの紫のスポロゾイトをデポジットしている、このような状況なんです。でここの後でスポロゾイトが移動するということになります。さらに調べてみると RTSS の標的とする CSP、 この CSP で免疫したネズミの皮膚の中ではスポロゾイトの移動が大きく抑制されることを見出しました。すなわちこのことから、このスポロゾイトの避難移動、ここのステップが
感染阻止法の新たなターゲットとして有望であるということを今提唱して、新たな開発につなげられないかと考えているところです。これ以外にも幹細胞への到達認識に関わる分子を複数見つけてきたところですが、さらに幹細胞の中で規制を維持するためにどのようなメカニズムがあるのかについて調べたことについてお話しします。幹細胞の中の原虫発育、模式的に示したのがこれです。ネズミマラリア原虫、だいたい2日から3日でこのサイクルが終わります。で、この真ん中あたり、34時間ぐらいのところで感染幹細胞を取ってきて、そこで発現している遺伝子を解析しました。リバーステージだけに発現している遺伝子をスクリーニングしたということで、リバーステージスペシフィックプロテイン1、もう1つしかなくて、1と2しかなかったんですが、というものを見出すことができました。タンパク質の極材を示したのがこちらですが、赤で示したのがマラリア原虫です。その周りを取り囲むように極材することが分かります。原虫の周りには寄生胞膜というものがありまして、そこに極材しているのかなと考えられます。じゃあ何をしているのかっていうのを見るために、これもノックアウト原虫を作出しました。そのスポロゾイトをラットに静脈投与してやって、で血液中に出てきた赤血球に感染してきた原虫の割合を調べました。野生型に比べてリスプ1ノックアウト原虫は約20分の1程度に感染効率が減少していることを見出して、リスプ1がこの肝臓内での原虫発育に重要であることを明らかにしました。どこなのかなっていうのをさらに見ていくことにしました。これも模式的に示していますが、野生型は59時間の段階で中にメロゾイト、次のステージの原虫ができてはいますが、もうバラバラになっています。この状態になっているんですが、リスプ1ノックアウト原虫の方は虫はできていますが、きちんとパックされています。よく見てみるとここに膜が残っているのが分かります。寄生胞膜、先ほどリスプ1が極材していた膜ですが、このリスプ1が寄生胞膜にないことで、いいタイミングで膜が破れず、このままの状態でとどまったんじゃないかと考えています。リバーステージスペシフィックのタンパク質、2つ見つかったというお話を先ほどいたしました。もう1つはこんな感じの極材で、ここのマラリア原虫より外側で感染幹細胞の方に輸送される、こういうタンパク質を見つけました。時には感染幹細胞の核の上によく極材しているこういうタンパク質を見出しておりまして、これも肝臓内でのマラリア原虫の発育に重要であることを見つけています。この中で2日間こうやっていろんなイベントを起こすんですけれども、その際に自分たちに有利な環境を作るようにホスト細胞をハイジャックしているメカニズムなのかなということを考えて解析を続けているところです。さあ、3つ目のトピックスであるトランスミッションブロッキング、伝播阻止ワクチンについてお話を進めていきます。これタイのマラリアクリニックの写真なんですけれども、このように感染流行地の皆さんと協力しながら進めているプロジェクトです。伝播阻止ワクチン、ちょっとややこしいので漫画で分かりやすく説明しようかと思って漫画を作ってきました。子どもが感染した蚊に刺されると、この子はマラリアを発症して熱を出してしまいます。この状態で別の蚊がやってきて血を吸うと、蚊の中にマラリアが伝播して、お見舞いにやってきた子どもを感染させてしまう。これがマラリアの感染メカニズムを簡単に示したものです。この伝播阻止ワクチンを受けた子どもの、血を感染蚊が吸ったらどうなるか。残念ながらこの子自体はやっぱりマラリアを発症してしまいます。しかしながらこの子の血を吸った蚊の中でマラリア原虫は一緒に取った抗体のおかげでマラリア原虫が死滅し、次の子は感染しない。そういうメカニズムになっています。まあ、他人に優しい、周りに優しいワクチンとなっていて、地域からマラリアをなくす、撲滅するにはこれが一つの有用なツールであると言われています。もう少しきちんと書いたものがこちらなんですが、蚊の消化管の中でマラリア原虫は受精します。赤血球から出た状態で受精します。この時に抗体が一緒に入ってくると、このマラリア原虫にくっついて次の発育を抑制して止めてしまう。
そういうメカニズムを考えていて、実際に一つこのオキネットといわれるものの表面タンパク質である PFS25 に対する抗体を使うと、ほぼ完全に伝播が抑制されることが知られています。残念なことにこれ副反応が強くて、自分が守られないワクチンで副反応が強いということで開発が難航しているところです。私たちはじゃあ新規のアンチジェンを探せないかということを考えて、ネズミマラリア原虫を用いてこのあたりの表面タンパク質をスクリーニングしました。結果だけお話しするんですが、面白いものが見つかってきました。オスとメスの生殖母体を染め分けたところ、オスだけに発現するタンパク質で、これを蚊の中に入るとこうやってアクティベートされて鞭毛が放出されるんですが、この鞭毛にも極在するようなタンパク質が見つかってきました。鞭毛放出のところ、ムービーで示すとこんな感じ、非常にアクティブに動いていて、この一部分を切片で捉えたものがこれです。免疫電検法で見たものがこれです。拡大してみるとこのように鞭毛の表面に黒い点々、タンパク質の極材を示すことが分かります。そこで私たちはこのタンパク質をミクロガメートサーフェスプロテイン、ミグスと名前を付けました。このミグス何をしているのか見るために同様にノックアウト原虫を作りました。そうすると、ノックアウト原虫を感染させたネズミの血を吸わせて、その蚊の中でのマラリアの発育を調べたところ、このように野生型に比べて大きく発育が抑制されていることが分かりました。じゃあそのこのミグス、重要なタンパク質だということが分かったんですけれども、伝播阻止ワクチンのターゲットになるかどうか、次に解析を行いました。ネズミをまずミグスタンパクで免疫してやって、抗体を誘導した後にマラリア原虫を移入しました。この状態で蚊に吸血させて、蚊の中のマラリア原虫の数を調べました。そうするときれいにミグスで免疫したネズミから吸血させた蚊の中ではマラリアが発育しないということを見出しました。ミグスが伝播阻止ワクチンのいい抗原であるということを明らかにできました。ネズミでワクチンを作っていてももちろんしょうがないので、ヒトマラリアで同じことが言えるのか調べていくことにしました。これタイの地図なんですけれども、東南アジアで主に流行っているマラリアは日華熱マラリアというものです。バイバックス、アフリカで流行る熱帯熱マラリアに比べて致死性が低いです。もちろんでも感染すると非常に頭痛、高熱などがあって生活や経済に大きな問題があります。もう一つ問題はインビトロで試験管の中で培養ができないという問題がありまして、研究が大きく遅れています。私たちはタイの研究者と共同で実際にマラリアクリニックに行って患者さんの血液をいただいて、感染赤血球と私たちが作った抗体を混ぜて人工的に蚊に吸わせる、こういうシステムでミグスが熱帯熱マラリアにおいて伝播阻止効果を誘導できるかどうかを調べました。これ中腸の写真ですが、こうなっていたら、伝播阻止効果があった。これ現在も続けているところです。それこそコロナの問題がありまして、なかなか例年のように訪問することができなくて今とどまっているんですが、見込みのある結果が出てきているところです。このようにして私自身がそのマラリアの生活感に重要なタンパク質を複数同定してきました。メカニズムをきちんと明らかにする、宿主細胞とのインタラクションを見るっていうことももちろん続けてまいりますが、さらにこれがワクチンや治療法のきっかけにならないか、そういうことを考えて研究を進めてまいります。最後に少しだけこのタイトルに合うように、私自身の女性研究者としてのことを少しだけお話しします。これパスツールに留学した時の写真なんですが、留学前2006年ですが、日本でポスドクをしていたんですが、なかなかとストレスを感じていたところでした。で、思い切ってちょっと外に出ようと思って出てみたところ、見ていただくと分かるように非常に楽しい3年間を過ごすことができました。こちらは私が研究してた建物の前で撮ったものだし、これはそのオフィス
ていただいたオフィスの場所の写真です。でこれがチームのメンバーです。見ていただくと分かるようにボスとポスドクと、まあ、学生さんを除き大体、まあ、全部女性です。女性が強い、特に女性の強いラボでしたし、パッスール全体を見ても女性が多い環境でした。でそういうところでその文化の異なるところから来た人として存在していると、まあ、女性やら男性やらっていう違いが非常にちっちゃくて、私自身が外から与えられてた枠、自分自身がなんとなく思っていた枠っていうものが、まあ、非常に大したことないというか思い込みだったっていうことに気づくことができて、そこからすごくのびのびとサイエンスが好きだなという気持ちを大事にしながら研究をすることができるようになりました。もう一つ大事なこととしては、文化がそもそも違うので言葉を使ってコミュニケーションを盛んにするところでした。空気とかこういうものだとかじゃなくって言葉を使って問題を解決する、そういう習慣があったので非常に楽にのびのびと仕事ができました。日本に帰ってきてからですけど、これタイのチームがほとんどなんですが、タイのチームも特にその女性の研究者が多いところでしたので、私が入ることでコミュニケーションしやすくなるなんてこともありました。で医学部に所属してたんですが、私のラボにどうしても女性の学生が集まりやすいという傾向も確かにありました。そのままを見てそのまま伸び伸びと育てようっていう、私自身も枠にそんなに入れられたこともなかったのでできないっていうのもあるんですが、っていう状況を待っている学生っていうのはたくさんいたんだろうなっていうふうに考えています。女性研究者の視点っていうのはサイエンスにおいてそんなに大きな男性と大きな違いがあるとは思っていないんですけれども、チームを作るというところではこれまで得てきた経験などが少し違いを与えるのかなと思います。多様性の端っこの方にいたという経験を生かして、できる限り大きな多様性を取り込めるようなそういうチームが作りやすい、そういう特性を持ってるかもしれないと考えています。また言葉を大事にしてコミュニケーションすることで今後必ず必要なインターナショナルなコラボレーション、これを促進することにももしかしたらより得意なところがあるのかもしれない、そういうことについてちょっとお伝えしたいかなと思って最後にこの写真を加えさせていただきました。パリでのクリスマスは本当に綺麗でしたということで終わりにします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。前の林先生のプレゼンと同じように、石戸先生のプレゼンの写真もまた見事に綺麗で、特にリプスのリスプワンですか、これのフローレスがプラストフォーラスワークルの表面にこう綺麗に極在してる写真とか、リプスの電源のね、写真と、はい、ミクロ画面と表面、はい、そうです、ミクロ画面と表面ですね、はい。石戸先生は愛媛の時からね、そのボスたちのもうこの携帯やこう写真の美しさにこだわったそういう研究室だったんで、はい、おそらくその伝統をですね受け継いでこの綺麗な写真を出してきてると思うんですけど、この少しお時間いただいてクエスチョン、もしこの、今の先生のお話にどなたかお聞きの方あれば Q&A のところに書き込んでいただければと思います。ミックスのノックアウトの、効果を見た数のところはオーシスとのこう可能オーシスとの数を数えて定量してた、はい、はい、そうです。一番数えやすいし安定しているのでそこを使っています。質問で、一つでお時間を、現在各大学や国全体で科学研究の選択と集中が推進されており、メリットとデメリットを含め研究者の間でも賛否があるところですが、林先生、石野先生は基礎研究者の私たちのからどのように考えてますでしょうかという、研究費の選択と集中、この現状に、はい、
そうですね、基礎研究はどうしてもすぐに成果につながらないという分野だと思います。で、何か目覚ましいものがないところなので、見る人がどこを集中しようかって決める人の目利きに大きく依存するかなと思います。どうしても寄生虫の基礎研究って、日本のお金でなんでそれをしなくちゃいけないのっていう議論はよくあるところかなと思っていて、行き過ぎた選択と集中については、好ましくは思っていないところかなと思います。これも0、100の話ではなくって、じゃあ昔みたいに全体にお金をまけばいいのかって言われるとそうは思わないんですけれども、そうですね、例えば基礎は基礎できちんと守るとか、そういうある程度の枠組みは必要なんじゃないかなっていうふうに考えています。ありがとうございます。また後でパネルディスカッションの時にいろいろお聞きしたいと思います。今日して石野さん、いつもはね、もっとこう学会ではとんがった報告してるんですけど、今日はなんかすごくエレガントで、このセミナーを意識してお話ししていただけたのかな。非常に分かりやすく優しくお話していただきまして、ありがとうございます。一ありがとうございます。言そう言うと、石野先生、新しい東京医科歯科大学の研究室は、今まで男社会の文化が続いてきて、大体加納先生とか藤田浩一郎先生も教授でしたね。あと太田先生とか、大体こう夕方行くと、お酒の香りが漂うようなこう文化の部屋でしたけど、石野さんが教授になって、おそらく来年あたりから女性だらけの研究室になって、多分、お茶とかケーキだらけになるんじゃないかなと、そんな気もしてまいりました。また後半でいろいろお話聞きたいと思います。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。ここで、10分間の休憩を取りたいと思います。視聴者の皆様にはですね、17時20分ですね、になりましたらば、ズームにお戻りください。少しお休みを取らせていただきたいと思います。
お待たせいたしました。それではただいまより本日3つ目の講演を始めさせていただきたいと思います。講師は現在パスール研究所にポスドク留学中のジャン・ペルペチュ・ヴァンサン博士です。ヴァンサン博士はスライドの説明にもありますようにパスール研究所と在日フランス大使館および日本パスール財団の3社共同出資奨学金プログラムの第1期生として2020年3月からパリのパスール研究所に派遣されております。パリに行く前は私の研究室国立国際医療研究センター研究所の熱帯学マラリア研究部という私の研究部で筑波大学の大学院生として私のところで連携大学院制度に従って学位を取りました。ですので学生の時私とペルペチュさんは一緒にフィールドワークで母国のハイチに行ったりですね、そんな経験を通してマラリアの研究をしていただいておりました。今は肝炎の研究でパリにいます。このパリでの研究の成果、今日のタイトルはブルキナファソにおける B 型肝炎の母子感染予防への取り組み、ネオバック研究というタイトルで、お願いしたいと思います。ペペチュ、Are you ready? Okay, can you hear me? Yes, I can hear you. Then, in that Zoom screen is yours, okay. Thank you very much for this kind introduction.And I'm very happy to be back to NCGM, at least virtually this time. It is such a challenge to talk after those brilliant established researchers, but I will try my best. I hope everybody will pay attention while I talk about our public health research.Which is different from the previous researcher who were presenting more of basic research. So I hope you stay with us with all your attention. Thank you. So as Dr. Kano introduced, I will talk a bit about hepatitis B, HBV in short.So first, for those unfamiliar, it is an infectious disease that is caused by a virus that attacks the liver. After an infection, it may resolve, but the downside is that this infection also may progress and become chronic. And the age at infection is a strong determinant of chronicity.So the younger you are at infection, the higher the risk is of chronicity. HBV causes a lot of burden worldwide. The WHO estimates that there are over 296 million people that are living with the virus and 1.5 million new infections every year.So with this number, you will understand that it is also a major global health problem. Here we can see the distribution on the world map. The pink color are the area that have between 5 to 10% prevalence, and in red, those that have more than 10% prevalence. And the area most affected are in Asia and also in sub-Saharan, in Africa. Later, I will talk about our study that is going on in Burkina Faso in West Africa. There, the prevalence in the general population is over 9%. I'm sure that many of the audience is familiar to malaria, HIV, and tuberculosis.And previously, Dr. Ishino very perfectly presented the malaria burden, the malaria problem around the world. But
when we talk about HBV, if we don't only think about the acute infection, if we also count the deaths that are due to the complication, either cirrhosis or liver cancer, we will reach around 900,000 deaths yearly. So it's good to think of the big three infectious disease, but also it is also important to think about viral hepatitis. Since it is identified as such a global burden, so the WHO has to take a stance. And in 2016, the Global Health Sector Strategy was published. And the target is to reduce the incidence of new chronic infection by 90% and to reduce the mortality from chronic infection by 65%. So how do we measure the incidence of new chronic infection? So the way to do that is to measure the prevalence among children up to 5 years of age. Then the target is to reach less than 0.01% in children up to 5 years of age. WHO also presented an incremental approach to prevent HBV at birth and in the first years of life. At the base of this approach is vaccination, but HBV vaccination starting within 24 hours of birth. That is the base. On top of that, there might be other intervention like antiviral therapy during the third trimester of pregnancy. And here I want to share this map that was that is from 2019. In green here are the countries where the HBV birth doses were introduced already. And in orange are the countries where you only have the vaccination of infants starting from 6 or 8 weeks of life. You can see that in Asia, it's widely introduced. And in Africa, many of these countries are in yellow. So the birth dose is not yet introduced in most countries in Africa. Here I'm presenting a systematic review that evaluated the coverage of vaccination in Africa. Here the three vaccines, the HBV birth dose and BCG and oral polio vaccine that are supposed to be given at birth to the babies. And we can see that the coverage of HBV within the first dose, within the first day of life is only 1.3% in Africa. So why, if age is such an important factor to prevent chronic HBV infection, so we are trying to understand why is the delay in implementing the HBV birth dose vaccination? One inconvenient is that the Gavi, the Vaccine Alliance, does not provide the HBV monovalent vaccine. They provided the polyvalent vaccine, which is given to children starting from 6 or 8 weeks of life, depending on the country. That did not help. Also, the awareness of the disease and the risk associated to mother to child transmission is not quite advanced in Africa. First, the community is not really aware of HBV. And in those studies here that I present also, the healthcare worker did not know too much about HBV. Another problem is home delivery. In many countries in Africa, women can still deliver at home. And of course, if a child is born at home, it is very difficult
to give the vaccination within 24 hours because the vaccine is simply not available at home. And among those, in those countries like where we are conducting our study, where prenatal and prenatal care and facility delivery is widely used. Also, there is a logistical context also, because vaccination is a program which is independent from the maternity. So depending on the time when the baby is born, the vaccine might be not available in the maternity, and there should be some coordination between those two different programs to try to make this vaccine available on the maternity ward at any time. So here we can say that we know that up to now that I said HBV is an important global health issue. We have tools for prevention, which is vaccination starting within 24 hours after a birth. And there are several studies, of course, before the introduction of those vaccines and after that we're conducting, because the HBV vaccine was introduced since the 1980s. So we are very sure that it is an effective, it is very effective for prevention. So now the missing piece is that many of those countries that they introduce the vaccine, but starting later at 6 or 8 weeks of birth. What can they gain by adding the birth dose to their present shame? So we wanted, like before I joined this team, so the aim of the study that is being conducted was to compare the birth dose included in the program, of course, followed by the three doses that are given, what more can they gain if they add the birth dose comparing to the actual vaccination starting at 6 or 8 weeks of life. So that brings us to the NeoVAC study. NeoVAC is short for neonatal vaccination. It is a stepwise cluster randomized controlled trial that aim to assess the impact of incorporating the HBV birth dose vaccination into the infant immunization program on the risk of HBV mother to child transmission. And this under real life field condition in Burkina Faso. I insist under real life condition because you will see how the difference between the real condition will impact our study. This study also had a multidisciplinary approach because it helps also to assess the acceptability of the intervention and its cost effectiveness. And we also plan with to assess the performance of other alternative diagnostic tests for HBV using the same samples that are collected from the mothers participating in this study. And our protocol is published, so I will not say everything in this presentation, you are welcome to check anytime. So Burkina Faso is a country located here in West Africa, and our study is being conducted in rural and semi-rural area here in the green part in the Haut-Bassin region of Burkina Faso. There are 24 health centers that are participating in this study. So it is a stepwise trial, as I said. First, at the beginning, all the health centers are starting as control. There is no birth dose that is given to the babies.
And then after 3 weeks, one health center will be randomly selected to receive the birth dose vaccination. And this go on every 3 weeks, one center become interventional. Become interventional, that means we start giving the birth dose vaccination to the children that are born during this period. And then at the end, that give us two population, one of children that are born in during the control period, those will follow the current vaccination calendar starting at 8 weeks. And another group will be in the intervention group, those that are receiving also the birth dose vaccine, and then that will be followed by the three vaccination at 8, 12, and 16 weeks. And when a participant is included in this study, generally during an antenatal care visit here, a woman, we will start filling the case report form from the woman. And then after this pregnant woman is expected to come to give birth at this health center. And at the maternity ward on the same day of delivery, the baby will receive the birth dose vaccination. And then after that, they will follow as normally, as usual, the vaccination calendar. And for the study, we will have another visit at 9 months when the mother brings the child to receive the MMR vaccine. And at this time, a blood sample will be taken from the mother and from the child also. And then from this blood sample, we will test both the mother and the child to see if they are either positive or negative for HBV, and also the level of antibody for the child. So today, where are we? So when I joined the Institut Pasteur last year in March 2020, the study was already approved, everything was set. We were hoping to start very quickly, but we also had some delay due to COVID crisis around the world. And then finally in October, we started recruiting participants. And the vaccination could start in January of this year. The first child was vaccinated. And then very recently, 1 month ago, we started receiving children that are 9 months old already and taking blood samples. Here, this is the picture of the first baby who was vaccinated with NJX on January 60th, if I remember exactly. That was a very important day for all of us in the study, either the local staff and also so at the Institut Pasteur. And you can see the emotion here, our study staff, they cannot take off their eyes from the baby who was just vaccinated, and then they stay together with the nurse to observe the baby. And he also, I will take the opportunity. This is the information leaflet for our study that is being shown in all the participants in all the participating health center. So this is also a way to educate everyone, and also as well as informing the all pregnant women who come to the health center about this disease. So here, up to today, up to end of last month, October. So this is the data that we could retrieve from our base. We have included more than 6,000 pregnant women, and half of them has already given birth. We have
3,300 newborns that are already in the study. And among them, 2,700 are born during the control phase. That means they did not receive the birth dose vaccination. And then the intervention group include 550 participants. And here you can see all those who are born in the control period are not supposed to receive vaccine. That happened that we have 6 vaccinated. This is reality because some women, even though they belong where they live, they belong to the health center. Sometimes to give birth, they go to another health center. And in this case, if the vaccine is available in the study, we think that the woman should receive the vaccination, even though this is not the health center where she normally belongs. So up to now, we have tested more than 150 mother-child couple. And among them, 13 mothers have become positive, which is a rate of 8.5%. And among the positive mother, we have 3 children who are positive for HBV. So here I'm writing HBsAg antigen, which is a marker that is used to decide if someone has HBV or not. So if this marker is positive for 6 months, at least, so now this person is qualified as chronically infected. So here we can see we have a positivity rate of 23% among the children born from HBV positive mothers. And of course, none of the negative mothers gave birth to positive children. So that means this is perinatal transmission from mother to child that we are seeing in this study. These are the characteristics of the women that are participating in our study. Most of them has given birth at the health center, here 96%. We can see in our study site, the facility delivery and also prenatal care is widely used, because also they have an average prenatal visit of 4, which is good. And here, when we look here, we can see that about 90% of the women report that they receive HIV testing during the prenatal care. In contrast, if you see the HBV testing, you can see that only 0.3% of them report that they were tested for HBV, although they attended the prenatal visit. In our study, more than 90% of the children that are born up to now, in the interventional period, have received the birth dose within 24 hours. And those are less like 1% up to 3% here. This is a very good result showing that although it is challenging to achieve this birth dose, but it is possible. Also, we are doing it and we are having over 90% within 24 hours of birth, which is in contrast with the study that I showed you before, where only 1.3% of the children had received birth dose during the first 24 hours of life. Yes, it is possible, but there are many challenges
that we are seeing already in our study. And also, I think while we go on, we will find other challenges. And then when the Burkina Faso will start implementing these birth dose vaccination, there will be more challenges that maybe we haven't seen in this study. The one that I am presenting here is the cold chain. In the refrigerator where we store the vaccine, we are using the temperature monitoring device. And then you can see how many outrange alarm that we are getting, especially in the month of April, which is very hot in Burkina. Here there is a peak of 114 alarm during this month. So that means you really need for the staff to be careful and so on for maintenance of refrigerator, because it's not like in Japan where you have everything is fine, the electricity is always there, and then we have to use different kind of refrigerator, either by gas or solar. So it has been one of the big challenges that we have in this study. Another challenge that I think may impact this policy is the high background neonatal mortality. Here, for the data I have from this study, in the control group, we have 18 deaths, which is like 6.4 per thousand live birth. And in the intervention group, we have also similar number, 7.3 per thousand. In all those cases, those deaths that occurred during the interventional period, we could, when we analyze those cases, those events, we find easily that this is not due to the vaccination. First, the vaccination has a very safe profile since it is being used in the 80s. And also there have been different causes of death in all those cases, which is very clear. But also, that also could be a barrier. If we visit a woman who have just given birth, and then we encourage her to accept the vaccination for the newborn, and we can imagine if very immediately after this baby die, that will be a big discouragement for this mother to do it again, for the family and also for this community, because this kind of news spread very quickly, and that could affect this policy, and the community could refuse this birth dose. But as I said, it's not a problem for us in this study, but this background neonatal mortality is something that we feel can be a barrier that could make the community kind of very opposed to this kind of policy to vaccinate a very vulnerable child like just born. So some conclusion from the data that we have up to now in this study is that there is a high birth dose coverage within 24 hours in this study that supports the feasibility of this strategy. It is challenging, but feasible. And there is a high rate of HBV infection among children born to HBV positive mother, as we saw before, over 20%. And later, of course, we can have the more data on effectiveness. We have to continue and then to evaluate more so we can compare the children who receive or not the vaccination, as we don't have data yet.
And some general conclusion of my presentation, like I would say also take home message, is that HBV is a significant global health problem. And the prevention of mother to child transmission of HBV is key to achieve the elimination of HBV as global health problem. Vaccination, as we have talked, against HBV starting within 24 hours of birth is the basic tool to prevent mother to child transmission of HBV. It is very challenging to achieve the timely administration of the HBV birth dose vaccine in low and middle income countries, but it is feasible, as with this pilot study we can see. And there is a need to promote the uptake of evidence-based tool into the routine healthcare practice in low and middle income countries. As we said, we have the tool already, we know already. Now what we need is implementation research. So how we can give the evidence to encourage the government, the people who are deciding to implement those tools in healthcare practice. And that would be a great deal, and that would avoid a lot of suffering, I think, of the complication of the chronic infection, as we said, liver cancer or cirrhosis in this case. But also for other diseases, there is a similar situation. We need to promote the uptake of evidence-based medicine. Now, I want to say that today I have the privilege of telling you the story, but I'm just a little collaborator of this project, NeoVac. So the mastermind behind this project are here, the PI, here, Dr. Yusuke Shimakawa, with who I collaborate, and Dr. Muriel Vray at the Institute, and other member of our unit, also a data manager, Laura, and many people that work with us. And here I'm showing you the PI of the study in Burkina Faso, Dr. Awatal, and also Dr. Graman Kanya, who is a co-PI working in Burkina Faso. This study is funded by the Total Foundation and co-funded by Gilead. So I want to thank all these people with who I collaborate for the opportunity. Of course, I'm very happy to coordinate this project right now. And I want to thank you all for your attention up to now. And hopefully we can have a very fruitful discussion. Thank you very much. Thank you for the invitation. Thank you very much for your beautiful presentation. I'm glad to find that you have been promoting your researches in Paris for the last 2 years on account of the pandemic of the corona COVID-19 in Paris and France and Burkina Faso. And I can easily understand that the 24 hours starting the vaccination, starting with the 24 hours of birth, is the crucial and basic tool to prevent the mother and child transmission. And then reading this question, there's one comment from the audience. Mr. Yoshino is asking you that, is there any possibility of the transmission of the virus from mother to child while the child is before the baby was born? Yes, we talk about perinatal transmission,
Yes, of course, at the end of the pregnancy. That's why on top of the vaccination, especially for the women who have high viral load, we can say also HBE positive. HBE is another marker that is used to see if the woman is in replicating. So for this woman, there is still some risk of transmission, even though the child is vaccinated. So on top of that, there are other strategies like antiviral treatment that is given on during the last trimester of the pregnancy of to a few weeks after birth. And also in some country also, they are using immunoglobulin also as well. Yes, of course, there is a risk. Thank you very much. So I'm sorry, we are running out of time, so we have to move on to the next part. The panel discussion, the most important part of this seminar. So thank you once again, and please join the panel discussion. さて、時間になりましたので、これからパネルディスカッションに入りたいと思います。このパネルディスカッションでは新たにお二人第一線で活躍中の女性研究者に加わっていただきます。一人は現在理化学研究所で専任研究員をされている佐藤直子博士です。佐藤先生のスライドが出ますでしょうか。佐藤博士はもうまた在日フランス大使館と日本パスツール協会の日仏共同奨学金のプログラムの奨学金を受けて、2007年からパスツール研究所にポスドク留学されておりました。ただいまは、生命科学研究センターの中で粘膜免疫に関するですね、お仕事。この後佐藤先生には、本来であればですね、時間をかけて研究の報告をしてほしかったんですけれども、お時間の制約上、このパネルの中でですね、短く10分程度お話をしていただくことになっております。そしてもう一人の先生は林原博士でございます。林原博士は今国立感染症研究所ですね、最近第2部研究官として、ヘリコバクター属の菌の研究、しかもですねヘリコバクターピロリじゃなくてですね、もっとマイナーな研究ばかりされている珍しい研究分野の先生でございます。このお二人の先生方、ちょっと自己紹介を兼ねてですね、お時間をいただきましてかけていただいて、スライドを使っていただいてですね、プレゼンをお願いしたいと思います。それでは最初、どちらが準備できますか。佐藤先生からご準備できますかね。佐藤先生のでパワーポイントを使っていただいて、佐藤直子先生からご紹介をいただきたいと思います。よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。またこのような機会を賜りまして誠にありがとうございます。画面の共有から始めさせていただきます。失礼します。ちょっとこれで見えていますでしょうか。はい、見えてます。ありがとうございます。それではちょっと手短になりますが、どのように人類が最近感染と戦って共存してきたのかということを、特に今回セミナーの、お題にも上がっております女性と感染症について自身の研究を含めまして簡単にご紹介させていただきたいと思います。ちなみにこちらはちょっとレーザーポイントが出ないんですけれども、胃に存在する細菌を緑で染めて可視化しておりまして、胃がにも多くの細菌が胃壁に密着していることが分かるかと思います。矢印の方が見えていなければ申し訳ございません。はい、見えてます、はい、ありがとうございます。感染症の歴史になりますが、14世紀頃、もちろん昔にまで遡りますと他にもあるんですけれども、確実な報告、歴史的な事実として残っておりますのが、14世紀頃にはペスト菌の感染が拡大がございまして、当時の人口の約3分の1が亡くなるということがございました。当時は黒死病と呼ばれておりまして、非常に恐れられた感染症であります。また
当時は現在ほど交通網が発達しておりませんでしたので、パンデミックというよりはエピデミックというような文献でも表現されているかと思います。その後1800年代になりまして、結核菌とコレラ菌の発見及び赤痢菌の発見に続きまして、こちらは最近になりますが、ウイルスでありますと、例えば新型インフルエンザウイルスのエピデミックということで、同様にエピデミックということで、当時としてはスペイン風邪というふうに現在も教科書で、皆様習うかと思います。その後ウイルスで現在も抑えられていますエボラウイルスの発見に続きまして、近年でありますとヘリコバクターピロリ、ヘリコバクターピロリの発見がマーシャルとウォーレンによって行われまして、ノーベル賞を獲得したことでも皆さんご存知かと思います。身近なところでは現在2019年よりそうですね、非常に皆様ご存知の通り、新型コロナウイルスの感染拡大により私たちの生活が大きく変化しております。このようにウイルス細菌等の感染とは人類にとってとても身近な問題でありまして、またそれらとの共存の歴史と言っても過言ではございません。ところで近年非常に興味深い報告がなされました。特にこのピロリ菌に関してでありますが、アイスマンと呼ばれるこのミイラでありますが、皆さんご存知かと思います。これは1991年にヨーロッパアルプス山脈の氷河から発見されました男性のミイラでありますが、何が貴重かと言いますと、凍結されてずっと保存されておりました関係で、約5300年前の生活環境やその状態、自然環境及びこの男性の生活様式なども知ることができる非常に貴重なミイラになっております。数年前になりますが、これまでもちろんずっと昔より発見、1991年に発見されておりより、いろいろな研究は行われてきましたけれども、近年ですね、このアイスマンの胃内容物、腸内容物の細菌素解析が行われました。この細菌素解析の結果につきまして、2016年のサイエンス誌に報告されたんですけれども、このヘリコバクターピロリ菌がこのアイスマンの胃に定着していたということが明らかになりました。以上によりまして、発見の歴史は浅いピロリ菌でございますが、がんなどを引き起こすことと知られているこのピロリ菌が、実は5300年以上前より人類と共存して、胃に共存して存在してきたことが示されております。これは私が最初のサブタイトルでお示ししましたように、人類の細菌感染の戦いと共存への歴史が体現されている一例かと思います。さてヘリコバクターピロリに関しまして簡単にご紹介させてください。通常は菌というものは非常にさ状態環境にセンシティブなものであるんですけれども、このピロリ菌とは酸性条件下でおきましてもウレアーゼを酸性することによって胃酸を中和して生存することができます。また生着することができます。近年はこのピロリ菌が生着だけではなくて、さまざまな病気と関連性が指摘されているということで注目されておりますが、皆様ご存知のように胃炎、胃がん、マルトリンパ腫だけではなく、胃での病気だけではなく、特発性血小板減少性紫斑症や鉄欠乏症、また慢性じんましんなどとも関連するということが知られておりまして、非常に注目されているということになっております。また興味深いのは、このピロリ菌は小児期、幼小児期のみに感染するということになります。アダルト、つまり成人になりましてから感染しましても、急性胃炎のみを発症して、最終的なピロリ菌が排除されますので、定着することはないというふうに考えられております。また、この感染の経路でありますが、まずこの井戸水や川水など汚染された水を飲むことで、幼少期に感染し、そのまま無症状で成長して子どもを出産することで、お母さんから子どもへの垂直伝播をするということが知られております。先ほど最初の方でスライドでお示ししましたペスト菌やまたはウイルスなどのように人から人への感染を空気感染などでするわけではなくて、垂直伝播ということでお母さんから子どもへの感染ということが知られておりまして、感染した後もまれにさまざまな疾患発症することはございますが、基本的には無症状で過ごしまして、その後胃がんなどに発展することでピロリ菌が生着していたんだと知ることが分かるというケースがございます。これは菌になりますので、もちろん除菌ということで抗生物質投与によりまして除菌することができる菌ではありますが、しかしながら世界的に抗生物質耐性の菌が増えてきたということが非常に問題視されております。
以上によりまして、このような胃での免疫応答、細菌、ピロリ菌によって誘導される胃での免疫応答につきまして、理解をすることは非常に大事であるということが挙げられるかと思います。さて、共生細菌について少し簡単にご紹介させてください。私たちの粘膜層、例えば口腔から食道を通って胃、小腸、大腸を通りまして、また生殖器や皮膚を含みますすべての器官は粘膜組織と呼ばれておりまして、共生細菌が存在しております。この共生細菌は外来からただただ存在しているわけではなくて、外来からの防御や免疫応答邪気など、私たちの健康維持に深く関与していることが知られております。小腸では約1000万個、大腸では約100兆個もの菌が存在して共生していることが知られておりますが、以前は胃は共産性で共生細菌の存在はないと考えられていましたが、現在では少ないながらも存在していることが明らかになっております。しかしながら、この胃におけるさまざまな免疫応答、もしくは菌に対する応答などについては、今まで明らかにあまり明らかになっておりませんでした。そこで昨年ですが、私どものグループが胃に特異的な免疫応答が存在することが分かりました、報告させていただきました。まず、マウスを使った実験、研究による結果になりますが、このようにピロリ菌を感染させた際には、特異的な免疫応答が誘導されまして、そして抗体を産生するような細胞を誘導することで、最終的にこのようなピロリ菌は抗体によって排除されるというようなメカニズムが存在するという、このような報告になっております。まとめますと、私たちが食事をするときにすべて得る口から摂取するものは無菌状態であるということはなかなかありえないかと思うんですけれども、ですので通常そのような常在菌やさまざまな菌、まあ、たまにはウイルスなどが入っての食物を摂取する際に、胃にはそのような例えば自分にとって排除すべき存在である例えばピロリ菌でありますがを排除するメカニズムが存在するということが明らかになりました。しかしながら、すべての菌を排除するわけではなくて、ここでは自分に有益な菌については排除せずに、その次の小腸や下部消化管に送ることで、私たちの恒常性を維持するかもしれないと、そのようなメカニズムを示唆する結果が得られております。以上によりまして、胃というものは、これまで貯蔵、殺菌する臓器だけであると考えられてきましたが、しかしながら、この貯蔵、殺菌だけではなくて、下部消化管へのまたは共生細菌のセレクションに重要な臓器であるということが示唆されました。簡単になりますが、短い時間で私たちの研究をご紹介させていただきまして、本研究におきましてさまざまな方にご協力いただきまして、ここにお礼を申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。少し普段日常の中では感じないような胃の免疫における重要な役割、こういうものの気づきをいただきました、させていただきまして、どうもありがとうございます。それでは次にですね、リンバラ先生から、これもピロリの話、ピロリ、すみません、ヘリコバクターの違う種類の話になるんではないかと思いますけれども、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スライド見えておりますでしょうか。はい、大丈夫です。感染研のリンバラと申します。この度はこのような研究紹介の機会をいただきまして、関連する先生方に厚く御礼申し上げます。私は、国立感染症研究所で主に、細菌学、特に、ヘリコバクターの、を研究対象として研究しております。で今日は、少し最近の研究の成果についてご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。先ほどヘリコバクターピロリの話が非常に出ていたので、まあ、ピロリ菌のことは皆様よくご存知だと思うんですけれども、ピロリ菌、人の胃に生息する病原細菌で、マーシャル先生とバーデン先生によって培養が成功された後、さまざまな研究成果があり、現在では治療法や診断法がもう確立されております。で一方、
ピロリ菌以外のヘリコバクター属菌である、のヘリコバクター、パイロリヘリコバクター、ここで NHPH というふうに言いますけれども、このような特徴的な形をしているんですけれども、こういったヘリコバクターも、人の胃に感染するということが分かっています。で、これらの、NHPH というのは、いずれも動物を自然宿主とします。例えばこのヘリコバクタースイスというのは、豚や猿を自然宿主とします。ヘリコバクターハイルマにヘリコバクターアイルロガストリカス、ヘリコバクタービゾルローニ、ヘリコバクターフェリスは、猫や犬を自然食としています。つまりこの NHPH 感染症というのは人獣共通感染症ということになります。でも感染率は地域や報告によっても異なるんですけれども、数パーセントという報告が多いです。で、日本では NHPH の中でもヘリコバクタースイスが一番多く検出されます。で、興味深いことにヘリコバクタースイスはマウスに感染させますと、このような特徴的なリンフォーマの病態を示します。こういった病態は、ピロリ菌感染マウスではあまり見られませんので、マウスに限って言えば感染病態はピロリ菌とヘリコバクタースイスで起きる異なるということが言えるかと思います。で、ピロリ菌の感染診断法では、実はこのヘリコバクタースイス感染というのは見つけることができません。で、この理由として、まず、感染菌数自体が少ないということ。あとは、ピロリ菌の診断法というのは、ピロリ菌が持つ強力な裏アゼ活性を指標としているものがあるんですけれども、ヘリコバクタースイスやこのヘリコバクターハイルマニア、アルガリスですかというのは弱酸性を好むために、おそらくこう自分の周りを強力なウリアーゼ活性でこう一生懸命中和しなくてもいいということで、おそらくそういった2つの理由で私は検出されてこないんだというふうに考えております。で、重要なことにこのヘリコバクタースイス、そしてハイルマーニ、この主な人の胃から検出される NHPH っていうのは、長い間培養ができ人から培養がすることができませんでした。で、我々は、近年その培養法を確立して、その培養に成功いたしました。キーといたしましては、先ほどちょっと申し上げたその培養をこの、培養を行う前にマウスでずっと携帯されていた菌の、使って培養系を確立したんですけれども、その際にこの弱酸性条件であるということが非常に大事だということが分かりまして、そのことに返答を得て、培養ができたということになります。論文の中では、人以来の株として3株について、感染ゲノムを報告しております。で、そのうちの2株が分離された患者さん、1人はこの E マルトリッパ種の患者さん、そして胃潰瘍の患者さんですけれども、いずれも除菌治療によって、病態が改善しています。で、こういった病原細菌の病原性を示す有名な法則としても、主にバクテリアで言えることだと思いますけれども、コホの原則というものがございます。で、このヘリコバクタースイスに限っては、病態がある人に検出されるということは分かっていて、第一の原則は、満たされていたわけですけれども、今回の研究によって純粋培養するという第二項目を満たすことができました。で、そこで、純粋培養されたその菌を、感受性のある宿主に感染させて、さらにそこの病変部位からまた菌が分離されるということ。この3項目目と4項目目を達成するために感染実験を行いました。で、こちらは簡単にですけれども、感染実験を行いますと、こちらが、非感染性で、こちらが感染させたマウスの病理ですけれども、いずれも、顕著な炎症性所見、そして過性性変化というものが認められ、要は感染させることによって病態が発現、胃に病態が発現するということを確認できました。さらに、マウスからの菌の分離、再分離にも成功し、候補の原則を満たすということができたわけです。で、先ほどのスライドで、ヘリコバクタースイスというのは自然宿主が豚や猿だというふうに申し上げましたけれども、豚や猿、そして人由来の株について全ゲノムデータを使って系統樹を書いたのがこちらの図になるんですけれども、猿由来株というのはこの辺にいて、猿も、猿の種類によって、違うグレードに分類されるんですけれども、
舞台由来株というのはここにこう密集したクレードになっていて、まあ、舞台由来株の中にこう我々がこれは分離した人由来株ですけれども人由来株があるということで、おそらく、人の株というのはブッダを起源とするということが、まあ、示唆されております。現在はまあこの辺のところをもうちょっと詳細に解析して感染経路を明らかにしていきたいというふうに考えております。そして病原因子に関してですけれども、こちらがピロリ菌ですけれども、ピロリ菌で有名な病原子というのはこのキャグ A とバック A というのがあるんですけれども、この病原子2つの病原子は実はこのスイスやハルマニーというのは持っていません。なので、まあ、これらの菌はピロリ菌と同じような病態を示すのに、まあ、こういった病原子を持っていないということで、まあ、新たな病原子あるいはメカニズムの可能性が示唆されるわけです。で、我々は今、このヘリコバクター属菌、まあ、グラム隕石に多く存在するこのオートトランスポータープロテインというものに着目して解析を行っており、まあ、こちらの機能解析を通じてその病態発症メカニズムというのはの一端を明らかにしていきたいというふうに考えております。短いですけれども、本日の、研究紹介は以上となります。最後にその女性研究者というところで私が申し上げられることはあまりないんですけれども、まあ、今、働いております感染研は非常にそこまでその女性であることをその強く意識したりすることもなく非常にありがたい環境で研究をさせていただいております。もし細菌学に興味がある方がいらっしゃいましたらぜひコンタクトをよろしくお願いいたします。本研究はこの先生方にご指導ご協力をいただきまして行いました。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。非常に我々にとってでは感染症の研究者にとってもこのハルマニアスイスというヘリコバクター馴染みがないんですけれども、その培養に成功したところの仕事のご紹介ちょっと横から見ててもねなんかワクワクする感じですね。あ、それでこの病気のねこの存在それから治療もできたのかってわあそれこそ醍醐味みたいな素敵な発表でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、声が小さかったっていうのを今気づきました。はい、大丈夫です。すいませんでした。はい、それでは30分ぐらいしか残ってないんですけれども、今日ご登壇いただいた先生方にこうパネルディスカッションに加わっていただきたいと思います。皆さんお顔を出していただけますでしょうか。それで、ちょっと先生方とは申し上げたんですけれども、ちょっともう、このパネルディスカッションでは、先生と呼ばずに、さんで呼ばせていただけると、もう少しちょっと、近くでお話したいんですけど、気持ちの上で近づくためですね、このスクリーンに近づくために、さんで呼ばせていただいて、親しみを勝手に覚えさせていただきたいと思います。今日、なぜ私がこのパネルディスカッションの司会を、モデレーターをしろと言われたのか、全く分からなかったんですけれども、もう話をこう聞いてですね、この皆様方、まあ、言えばこう、ワンダーウーマンのようなですねもう猛烈に力強い女性軍が集まるので多分頭では対抗できないので体力的にだけ対抗できるためにガタイのでかいカノンに任せろとそういう話でないかと今つくづく思いました。今日感染症の研究それぞれのいろいろな多様な研究の、まあ、いわゆるもうチャンピオンの皆様に、ご登壇いただいて、まあ、事前のこう、ネットでの書き込みでもですね、なんでこう女性の眼差しとか視点とかそんなものを今更このセミナーで言う必要があるものかとそんないらないっていうようなですねこういう意見もあったんですけれども、まあ、確かにサイエンスの中で男も女もないっていうところもあるかもしれませんが若干やっぱりちょっと聞いてるとですね女性の研究は少しこうサイエンスのこうエレガントさとかですねこうチャーミングさにおいて男より優れているような気が若干しました。もうこれ自体ちょっと正しい
感覚かどうか分かりませんが、まあ、そんな形で今日はですね、ちょっと皆様の研究の姿勢とか、まあ、ないあのその生き方をもう少しこうオーディエンスの皆さんに伝えていただいて、どんなこう、まなざしでですね、自分の研究を進めていきたいのか、将来どんな夢があるかというようなことを、そんなことを聞き出せたらいいんじゃないかなというふうに思ってます。そして今ちょっとコロナ禍大変ですので、この話題にも少し触れないといけないと思います。ですので先にですね、ペルペッツさんからちょっと質問したいと思うんですけども、日本はですね、今東京でも昨日は新しい感染者数7人、少ないでしょ、ね、パリ大変だと思うんですけども、ここ2年間このコロナ禍において、まあ、厳しいロックダウンがあって、あとペルペッツさんはですね、この間に1人お子さんも産んでる、そんな多分外に出られないんで引きこもってたんだと思うんですけどもそういう環境の中でこのちょっとこの2年間どんな研究生活だったか少し紹介していただけますでしょうか。特にこのコロナの中においてどんな制限があったか、どんな苦労したか、少しお知らせいただけますか。 Yes, thank you. Yes, it was a very strange, I would say, special time. And on a personal note, as a female researcher, I was afraid somehow about my pregnancy because we did not quite know about this virus. We did not know what kind of effect that could have on the pregnancy outcome or on the baby. So actually I signed my contract on March 16, 2020 at Pasteur. And then they just waited for me and asked me to sign and then at the end go home because the president has announced the confinement for the next day. And I'm happy my work at this time was more epidemiology, so I could still work on the study protocol and even do at home, but I am very sad that many researchers' work was delayed because the time in the lab was very much reduced because they had to share. Some people go in the morning, maybe someone else go in the night. And yeah, it was a difficult time. I'm glad now we are doing better. And then we have learned also how to work, even though it was a difficult time. Has your husband been very helpful to you? Yes, as much as he could, yes. ペルペさんは2人お子様連れて旦那さんと一緒にですね、今パリで研究を続けていらっしゃいます。なかなか今日本の研究者の中でも、こう外国に留学するということに関してこう躊躇しちゃうような若者が多いという中で、こう特にペルペスさんはハイチの、生まれ育ちで、まあ、ハイチの生まれ育ちの女性はみんな強いのか、ね、私の知っている強い人はですね、ペルペスさんと大坂直美の2人なんですけどもこの強い2人、キューバでペルペスさんは医学部を出て、そして医師免許を取って、さらに日本に来て筑波大学の修士課程に入り、そして博士課程は私のとこ東京に来て博士を取るや否や今度はフランスに行くと、こういうようなですね、元気な、若い女性も男性も日本にはなかなか少ないと思うんですけども、石野さんと佐藤さんにちょっと聞きたいんですけど、こう若い時にね、こう留学にこう飛び出る時、やっぱりこう最近の男どもは情けないような気がして全然行かないですね、もうちょっとここで十分とか、
まあ、女性だから飛び出したわけというわけじゃないかもしれないんですけど、その磯野さんや佐藤さんがこうパリに出るときね、こうどんな気持ちだったか、まあ、どんな夢があったかでも結構ですけど、少しちょっと振り返ってもらって、今ペルペさんが言ってますけども、まあ、どんな風であってほしいか、何かちょっとその頃の気持ちとか何かアドバイスとかあったらお願いできますでしょうか。石野さんからいかがですか。はい、ありがとうございます。聞こえますかね。私が通訳を日本語にするって言われてた。はい、私がフランスに行ったのは2006年ですけれども、ちょっと日本で煮詰まっていまして、日本の環境とかその、まあ、女性であることが大きかったかどうかはさておき、非常にストレスを感じていた時でした。とにかく何かを変えないと本当にダメになると思っていて、まあ、だから逃げ出したわけでもないんですけど、一歩新たな展開になるし、なんか先に進めるし、共同研究もしていたラボだったので、それもあって新しいことを見に行こう、ちょっと本当に気分転換をしようと思ってフランスに行きました。行ったらもう、実は行く前ストレスが強くて顎関節症で口が全然開かなかったんですけども、2日目からすごい大口を開けて笑えるようになって、本当に空気も水も合っていたなと思って、自由を感じましたね。で、そうですね、マイノリティ、日本にいてもマイノリティだったので、異国でマイノリティであるということは全く障害ではなく、それを楽しめたところが良かったかなと思います。どうでしょう。ありがとうございます。いかがでしょうか、佐藤さん、何かその頃のことありましたらお願いします。ありがとうございます。当時石野さんと同じ期間に、ちょっとタイムラグはあるんですけれども、留学しておりまして、今お久しぶりにご尊顔を拝すって嬉しく思っております当時はですね、私は指導教官が非常にアメリカナイズされた教員、先生、教授でして、とにかく日本という島国に収まることなく、いろいろなそのインターナショナルな方と触れ合うようにということで、学生ながら学会とかも、国際学会とかもどんどん参加させていただいてたので、まあ、ちょうど博士課程を卒業するタイミングで、どうやってもやっぱり海外で私が実際に研究することができるのか、研究に向いていないのかということを試したいなと思って飛び出したんですけれども、その時ちょうど新婚で、結婚したばかりなんですが、まあ、旦那さんを日本に置いてフランスに行って、まあ、その後主人が合流して、日本で、ごめんなさい、パリで第一子を出産して、日本に帰ってきてから第二子を出産してっていうの感じだったんですけれども、やはり思うのが、フランスで産んだから日本で産めたのかなと。日本ではやはり厳しい、とても非常に女性に厳しい環境で、フランスはそういうその女性とかあまりなくて、非常に強い女性といいますか、対等な立場でいろいろ扱ってもらえるので、男性も家事もしますし、育児もしますし、食事も作るしみたいな。でも日本だとなかなかそれが難しくて、非常に考えることが多かった2つの国での経験でした。ありがとうございます。ペルペさんもあれですか、旦那さんは家事もするし食事も作ってくれてますか、大丈夫ですか。もうちょっと僕心配で仕方がないんだけど大丈夫ペルペッチ。 I have to ask you again that it is severe helpful to you? Yes, he's quiet. Yes, I'm okay. I don't say that is the case for most Haitians. I don't think my case it's really a general case. I'm happy you have only models of strong women from Haiti like Naomi and me. But yes, in my case, he's quite cooperative, helping with the kids, yes. But of course, we still need to work on more society to make it the general rule, rather making it the exception. And Haiti is no exception. Okay, glad to hear that. Limbara-san は留学のご経験とか、こう外国でこう滞在されてる、そういうコラボレーションとか特に何かございますか。
リンバラさん、いかがでしょうか。あ、ちょっと声がミュートになってますね。あの声がマイクがミュート、はい、今日本語モードにしていたら質問がちょっと聞こえなかったんですけど。そうです、リンバラさんはあの外国でのこう留学の経験とか長いこうコラボレーションとか何かそういうご経験はございますか。はい、私も、留学して関西圏に来る前はアメリカのヒューストンに、はい、ヒューストンというところにおりました。はい、2年、はいはい、2年ぐらい、はいはい、ヒューストンでいかがですか。だからこの研究環境のようなものは日本と比べて。そうですね、研究環境はまあ正直今の方がいいんですけれども、あのそうですね、やっぱりあの人とのつながり、いろんな方とのつながりができたことがやっぱり留学はすごく良かったなと思っていて、私自身もあの実は結構そのスタックした状態で留学したので、結構その意味であの自分にとってもすごく大きなチャレンジで、まあ先ほどあの佐藤先生もおっしゃってたように、私自身も比較的その、まあ、自分探しではないですけれども、まあ、そういった意味合いもありながら、まあ、行ったので、あのそういった意味であの覚悟ができたというかあのそういう期間になりました。そうですか。皆さんなんかこう悩みを抱えられてたなんていうことはもう今の皆さんのお姿を見ると想像もつかないですけれども特にさっきあの石野さんがこうマイノリティであったというような意識がこう感覚があったと言いましたけれど、確かにそうなんですよね。あの研究の環境によっても、例えば寄生虫学なんて私もそうですし石野さんもそう、医学部の中で寄生虫学やってる研究者ってこう端っこの方に置かれてね、あと学会としても日本医学会の中でもこうちっちゃい学会でやっぱりマイノリティで、まあ、研究費に関してもなかなか大きな研究費は寄生虫学の方につかないと。このそこから佐藤さん、リンバラさんもヘリコバクター、まあ、ピロリでちょっと上がってきたけど有名になったけど、でもなかなか例えばリンバラさんのねスイス、ハルマーニ研究費、科研費どのくらい取れるかってちょっと心配ですよ。誰が審査するか、そのマイノリティ、研究の分野におけるマイノリティの意識ってこの3人先生方こう強く持ってるかと思うんですけど、そんなとこどうですか石野さん。それをこう跳ね返す力っていうのはちょっと僕なんかいつもくじけそうになっちゃうんですけど石野さんはどうですか。ありがとうございます。はい、あの研究に関してはその自分のところに人が多くいない、自分のやってる分野が多くの人がやっていないっていうのは、これはオリジナリティと読み替えていて、すごい自分に都合よく考えています。自分だけがこれが面白いと思って頑張ってて、ここの価値を皆さんに伝えたいっていう思い、まあ、あの最初の指導教官がオリジナリティを非常に重要視される方だったので、例えば学会行ってあのオンゴーイングの仕事が話せないようじゃダメだと、それを話して人が追っつけないようなことをしていなさいみたいな教育を、まあ、当時ですからね、今とは全然違いますけどされていた方でしたので、そのそうですね、自分だけが違うことをしていることに対しての不安はそんなになかったです。研究費はまた別の問題で、これから十分頭を悩ませていこうかなと思っています。佐藤さんはいかがですか。なんかマイノリティ研究業界におけるこうそういう領域、また自分の仕事に関しての、なんか感覚はいかがですかね。そうですね、私はあのメディカルドクターではないんですよね。PhD ということで、やはりあの研究している分野が免疫ということで、やはりそのお医者さんが非常に多いので、もう白い巨頭じゃないですけれども、やはりちょっと感覚、男性の、あの感じがちょっと強い、本当に医学部 の、 あの教授の盾、社会のような感じがある中でこう女性として入っていくのが非常に難しいなと、ね、日頃感じておりまして、やっぱり石野さんもそうですけども、生き残っている方っていうのはもちろん研究としても一流ですけれども、そういうあの人間コミュニケーションだったり人間関係だったり、
そのポリティクス的にもうまくされている方がやっぱもう行く上に上っていくんだろうなというふうに常々感じていますね。女性にはなかなか難しいハードルがあるかなと。すでに感じてます。4ヶ月ぐらいで感覚でございますけど、比較的権威主義的で、医師免許を持っている人たちのね、こう権力と強いと。そこで石野さんもですね、まあ、PhD で乗り込んでいって若手の女性の教授でその挙党を崩しにかかるわけですけど、いかがですか石野さん。ありがとうございます。ですね、私も確かに PhD しかなくて、医学部っていうところでどう振る舞えばいいのかっていうのはもう愛媛に行った時、まあ、三重もそうですけど愛媛に行った時からの課題でした。で、白い巨塔を最初からもう一回読み直すということは確かにやりました。参考文献になるよって言われて、確かに時代って繰り返すんですよね。あの時と何かは違うけれども同じようなことが起きていると思って、大変一生懸命読みました。で、確かにここの大学はMD の方が多くいらっしゃる。で、それが権威に結びつくかどうかわからないんですけど、マジョリティとマイノリティの話だと思ってるんですよね。マジョリティがそうだと他のところに対しての視点がやっぱり少し必要がなかったので薄くなってくるかなっていうところはあります。で、決して崩そうとかそういうことではなくって、ここにこんな人が生きてますよ、私以外にもこういうことを感じてる人がいますよっていうことを伝える、そのパイプを作っていくことがお仕事の一つかなと思ってやっています。リンバルさんも PhD でいらっしゃいますけど、でも感染研ではそんなに感じないですかね。そうなんですね。ありがたいことに、特に私のいる部は比較的女性も多いので、あんまり感染研ではそこに関するそういう挙党もないですしただ逆にそうですね、いろんなその分野の方がいらして、 MD の方もいらっしゃるし、獣医の方もいるし、農学、薬学、理学と歯学も多分で、そういう意味でそのあまりそこにもこうバリアというかは感じないんですけれども、私自身がやっている研究分野に関してはやはり医師の方がやはりすごく多くて、まあ、そこの中でやっぱりその自分のなんて言うんでしょうかね、立ち位置というかそういうものをどういうふうにしていけばいいのかなっていうのは、まあ、戸惑う時はよくあります。ペルペチさん、ペルペチ、 You have been feeling that you are you were the minority in the Japanese, but you are always in the center of our laboratory. It's a very interesting thing that you might not be feeling that you are the minority, or you are feeling some isolatedness. So, how, I'd like to ask you one thing. How you can go forward so energetically or vividly, or what make you go forward in your careers and research life? It's very, I have long been wanted to ask you, so どうしてこうね、こう元気を持ってこう国を渡って難しい環境の中でいつもこう前を向いて明るくね、しかもこう我々のラボでも真ん中にいましたけれども、そういうこう研究者としてね、いられるのか、何がこう彼女をそうドライブさせるのか、ちょっと聞いてみたかったんですけど、どうでしょう。Wow. Am I really always at the center? This I don't know. Yes, I think that what makes me move forward, I think it's goal. You mentioned like how my career has been over different, separated over different area. Also, I'm from an island and then from a small city. I think like previously the question of
talked about. And then at school, when we study and then we read books about many things, etc., I think that sparked something inside me that encouraged me to go and explore. Somehow I wanted to see the world and meet people. So on the personal side, I think that made me travel, go to different area, have different point of view. And my professional motivation, we want to contribute to something like us, like for me, global health, public health is important. And I realized that more and more as much as I travel, like when I studied medicine in Cuba, and then I studied in a health system that is very good. So I mean very good for my appreciation, of course, they have also their challenges, but after that, I went to work in Haiti. So I think the difference was so shocking for me, and then made me realize what is the importance of public health, because there are, I think somehow I was not really ready for what I saw. There are many things that was unexpected, because I had never seen that for during the 6 years as medical student. And then I realized that the public health decision makes so much difference. So that's why I started this career on public health research. And then yes, in Japan, in your laboratory, I felt good. I am really grateful for that. And I think I was minority. I'm always aware of that. But that was not a barrier. I didn't feel that like I was discriminated or anything. I feel good with everyone, and I'm always grateful for the help of everyone who always try to explain me everything, because my Japanese was very poor. And also I tried to include myself, like not being minority is something, but you also don't try to feel excluded, because I tried to participate as a member of the laboratory that I was. And I really think that everybody in the lab, and especially Dr. Komaki, with who I collaborate more closely, and other members, they really spend more time on me than they would in to one other student, because of the language difference. And then I am always grateful for that, for this kindness and the time. Thank you. I myself is also very glad to hear that. ありがとうございます。小林文恵先あの麻布大学の客員教授の先生からご質問が出ておりまして、石野さんにです。あのパスツールの時、同僚の研究者のほとんどの方が女性であったことに驚きました。こうした状況、何かバイアスがかかっているのいるのかいないのか、お考えをお聞かせくださいと。あの小林さんがあのタイの研究者と共同研究した時に、超優秀な男性は大学ではなくて欧米の企業に就職するなどということを聞いて驚いていたと、まあ、そんなこともあって伺い、何かバイアスがかかってパスツールの同僚に女性が多いのかなという質問です。はい、あの私も気になって直接ボスに聞いてみたことがあります。
結局お金の問題だと言われた、その時の答えはそうでした。あんまりそのトップのサラリーが良くなくて、あのそこの業界に長く残る男性が、あるいは養わなきゃいけないと思っていれば残らないっていう答えでした。ただしその当時もフランスはその女性が働かないことがほとんどなかったので、今思うとそれはあのボスの考え方にちょっとバイアスがあったのかなと思っています。で実際よく見てみると、うちのラボは特に女性が多かったですが、まあ、全体的にそうでした。特にパーマネントなポジションを持っている女性が多くて、それも聞いたんですけれども、ちょうどミッテラン大統領の頃に研究者を増やそうという動きがあったと。でその時にちょうどフランスでこのままではいけないと、次世代のために今私たちは変えなければいけないということで、女性を登用する動きが強く動いていたということで、そのちょうどあの大統領の頃に新たにあの研究者のポジションになった人に女性が多かったということで、一回流れが、今日本でもそういう動きがありますけど、一回流れができてしまうと、その後どうしてもその女性が多いところには女の子が入りやすくなるという流れができた結果だと思っています。ありがとうございます。残り時間少なくなってまいりました。あのパネリストの皆様同士で何かご質問がありますでしょうか。4人の皆さんの間でご質問があればいませんか。に聞いてみたい。Then, can I? Yes, of course. こういう時にちょっとペルペッチ上げるんだよね。えらい。Go ahead. No, no. I volunteer for asking questions. So, yes. I have worked in Malaya, so, and of course, always open and trying to stay in touch with the, with the actuality of Malaya, and then hopefully maybe we can continue collaborating later. And maybe I'm less familiar with the field of the researcher, but more broadly, since I'm a postdoc, maybe asking some advice from older sister or Nathan researcher to move on forward from to the next phase. どうでしょうか。ちゃんとかこうペルペチュに何か声をかけていただけないです。日本語で、じゃあ、 あの私の方から答えますね。はい、これで通訳さん入っていただけ、あのマラリアの研究してくれる人が一人でも増えることは多分みんなが求めていることだと思います。でどんなことがしたいのか、したいのであるっていうことを常にアピールをしておくっていうことが一番なんじゃないかなと思います。あのぜひぜひその成果をちっちゃくでも何でも着実に出していただいて、何かチャンスがあった時にすぐ手を挙げていただく、あるいは周りの方に常に言っていただいているときっと声がかかると思うんですよね。その常にパッションをぜひ持ち続けていただければ、抽象的なことで申し訳ないんですけれども、ぜひ働きたいと思います。今後一緒にコラボレーションとかできたらいいなと思います。ありがとうございます。佐藤さん、最後に一言いかがでしょうか。はい、一点あの皆さんにお伺いしたいことがあって、今あの日本で先ほどあの石野さんがおっしゃってたように、女性をこうの女性の躍進をこう促すようなシステムができつつあるんですけれども、逆を言いますと、まあ、女性はいつも下駄を履かしてもらっているという妬みの対象になってしまうというか、でも私たちは常に男性の3倍頑張らないと同じ土俵に上がれないっていうこともあるんですけれども、それは男性からはやはり分かっていただけなくて、女ってだけでみたいな、こういうなんかこう、こなんて言うでしょうね、お言葉とかをいただいたり、こう悩ましい時期もある中、皆さんどのようにお過ごしかなと、どういうようなモチベーションで研究を続けているのかなというふうに、ぜひお伺いできたらなというふうに思います。どなたかお答えありますか。じゃあ、あのややこしい案件なので答えようかなと思いますが、私自身は下駄はあの履かせてもらうというか、あのそういうチャンスがあればどんどん
推進していけばいいなと思います。その下駄は私たちは知っているんですが、大して厚くない下駄です。周りから何を言われようが、薄っぺらい下駄だろうが、チャンスがあればぜひ履くことを勧めたいと思います。で、何か言われたら、あらすいませんっていう強さを持ってもらえたらいいなと思います。先ほど言いましたように、フランスもそういうことを繰り返して今のあのラボの状況につながっていると思います。別に大多数が女性になる必要はないと思うんですけれども、大学生の比率に近くなるまでは、その下駄だって言われることにめげないように、私たちが、力をつけてというか、励まし合ってやっていけたらなっていうふうに私は思っています。力強いお言葉です。ありがとうございます。ダイエメッドの女性研究者優先の研究費取ってましたね。もう確かグループで取ってなかったでしたっけ。じゃんじゃん下駄。まだ行っていただいてません。そうか。いや、リマラさん、何かありますか。ご質問でも何かご意見でも。そうですね。なんか皆さんおっしゃる通り、やっぱり女性であることで結構得してることもあって、で方ややっぱりそのいろんな目で見られるっていうのは本当に私も同じように感じてるんですけれども、逆にそのいろんなその気持ちが分かるので、いろんな方の立場に立って物事を考えられるようになったなというふうな意味では、決して女性で研究者をやってるっていうのは私は全くネガティブには考えていなくて、例えばそうですね、出産なんかをすると、やっぱりそういういろんな立場でものを見たりするので、そういった経験も、かなり間接的ではありますけれども、仕事をどういうふうに要領よくやるかとか、そういったちょっとよくわからないこう力につながったりとかすることもあるので、あんまりネガティブに考えないようにするということと、研究もそうだと思うんですけど、やっぱり失敗ばっかりするので、私なんかはもう何回も失敗を繰り返して、その中で少しずつ成果をなんとかこう上げていくという、で研究費とか女性研究者としてのそのなんて言うんでしょう、生き方とかも同じだと思うんですけど、あまりへこたれないとポジティブに考えていくということがやっぱり大事なのかなというふうに思いながら日々過ごしております。ありがとうございます。いつまでもなんかちょっと親しく話していたい気持ちで今いっぱいなんですけれども、お時間にが近づいてきてしまいました。男女というだけじゃなくて、さまざまなこうマイノリティの問題であるとか、社会において少しこう端に置かれているような人たち、そういういろいろなこう人たち、今はこうダイバーシティのあるとか多様性を認めろとかいうような言い方をしますけれども、今日の最初の国土理事長の話もあったように、そういうダイバーシティをですね包摂できるインクルーシブなですね、こうソサエティを作っていく、こう研究のソサエティを作っていくことができたら、いいかなというふうに本当にこうつくづく思いました。これから女性の時代だなということも今心に染みて感じているところですけれども、今日はですね、そのような、多様な活動を自らの希望に沿った形でこう展開できる、その男女が共にですね、夢や希望を実現できる豊かな健康社会の達成のため、パスール研究所、それからパリの日本の大使館、パリフランス大使館とのご支援をいただいて、特にこうパスール財団のこう主導でですね、舵を取ってもらいながら、高いこう研究の成果も皆さんにこう示していただきながら、女性としての生き方というものも少しこう紹介していただき、もう聞いてる人たち、こう女性だけじゃなくてですね、私のようなもう おじさんでもですね、やっぱりこうちょっと女性研究者いいなとこう憧れちゃうような、そんな気持ちになれる時間を共有させていただけたこと、本当に幸せに思います。
まとまりのつかないパネルディスカッションになっちゃって、モデレーターとしてもう能力のなさを痛感しますが、聞いてる皆さん少しでも、勇気をいただけたり、なんかこう少なくともここに出てくれた研究者の皆様を応援するような、ね、気持ち、そんな気持ちになれたんじゃないかなと、そんなふうに思っていただけたらばありがたいと思います。パネルディスカッションお時間、おしまいになりました。ここで閉じたいと思います。最後にですね、最初にご講演いただきました、林一子博士、林先生ですね、再度ご登壇いただきまして、短いお時間ではございますけれども好評を頂戴いただければありがたいと思います。林先生つながってますでしょうか。はい、大変素晴らしいセミナーと、それからご講演と、それからパネルディスカッションありがとうございました。もうただいま金田先生に全てまとめていただいたような感じがするんですけれども、今日4人の先生方に私も本当にもう全然知らない領域のお話だったんですけれども、とっても楽しく研究の話を聞かせていただいて、もっともっといろいろなことを伺いたいなと思うような、とても素晴らしい講演をいただきました。ありがとうございました。そしてまたパネルディスカッションでも先生方皆さんが非常に何ていうの、サイエンスをピュアに楽しんでらっしゃるっていうのがすごくよく伝わってきたっていうこと、それからやはりそのジェンダーとかそのダイバーシティとかそういう問題ではちょっとモヤモヤしたところいろいろあるかと思うんですけれども、例えば目の前に川が流れてても皆さん軽やかにこう飛んで乗り越えていかれるような、それだけのパワーをお持ちなんだなっていうこともすごく感じましたし、やはりそういうことをまあなんて言うんでしょうね、皆さんがこう大事にしていることっていうものに対してものすごくこう力強くステップステップを飛んで歩んでらっしゃるなっていうことを感じました。それぞれのまあフィールドですけれども、やはり女性研究者が活躍していくっていうことで、やはりものの見方ってやはりちょっと違ってくるかなっていうことも思いますし、それからそれぞれ の所属している例えば学会であるとか、それから大学であるとか研究室であるとか、そういうところもいろいろなところでいろいろな人がいるからこそやはり新しい目線というか新しい気づきっていうのがあるんだろうなっていうふうに感じております。先生方のますますのご活躍をこれからもぜひ拝見していきたいなっていうふうに思っております。本日はどうもありがとうございました。林先生どうもありがとうございました。本当に応援のメッセージと、またやはりこの林先生代表に皆さんがこう若い研究者のロールモデルになっているということは確実に意識させていただくことができました。重ねてお礼申し上げます。ありがとうございます。それでは最後に本日のセミナーのもう一方の主催者であります一般財団法人日本パスツール財団の清水治代表理事より閉会のご挨拶を申し上げます。清水代表理事よろしくお願いいたします。日本パスツール財団の清水でございます。セミナーの閉会にあたりまして、主催者の一つを代表しまして、一言御礼申し上げたいと存じます。お忙しい中、本日は多数の方に長時間ご参加いただきまして誠にありがとうございます。また最新の医科学研究につきましてお話しいただきましたモデレーター、講師、パネリストの先生方に厚く御礼申し上げます。今日のセミナーでは新型コロナウイルス感染症の発生以来、関心が高まっております感染症予防を取り上げまして、さらに、ダイバーシティの視点を加味してご議論お話を伺いました。特に
研究の素晴らしさについていろいろお話を伺うことができました。当パスツール財団といたしましては、今後とも人類社会の健康増進の理想に向けて、生命科学の時々のテーマを取り上げてセミナーを開催してまいりたいと考えております。参加された視聴者の皆様には、今後のご関心テーマなどについてアンケートにご協力いただければ幸いに存じます。最後になりますが、本日のセミナーは公益財団法人大山健康財団様の助成および株式会社明治様、ロレアルリサーチ&イノベーション様の協賛により開催することができました。ご支援に心より感謝申し上げます。それではこれをもちまして本日のセミナーを閉会いたします。講師の皆様、ご参加者の皆様、お疲れ様でございました。ありがとうございました。清水代表理事、ありがとうございました。それではこれにて本日のオンラインセミナー、女性研究者の視点による感染症予防への取り組みを終了いたします。最後に簡単なアンケートがございますので、お時間のある方はご協力くださいますようお願いいたします。それでは講師パネリストの皆様、視聴者の皆様、長時間お疲れ様でございました。ありがとうございました。先生方、ありがとうございました。どうもありがとうございました。Stay safe。 ありがとうございました。ありがとうございました。